サルちゃん本社にちょっと移動しようかね。あ、どうじゃろう。画面はイベントが始まっています。いっちゃう画面来たらすごい、多分 BGM がすごいカオスなことになってるはずじゃね。爆心の音が聞こえた。爆心の音がね、うん、プレゼントがあるようです。少し、イベントがあるそうですよ。事前にイライラと調べておかなくては。メモメモ。音量のバランス大丈夫かね。二人の声ちゃんと聞こえとる？ほん、ほんむいーコンサル。ほんむいーコンサル。ネイチャーと商店街を歩いてる。お、お子さんありがとう。いいバランスで聞けるよ。大丈夫。ほんと、よかった。人気者めー。大丈夫かね。じゃあ、ちょっと改めて挨拶。みんな、コンサル、コンムイ。コンムイ、コンサル。今日はね、今日はね、サルちゃんと一緒にね、ガチャ勝負するんじゃよ。いや、来ちゃったね、この日がね。うん、めちゃめちゃ楽しみにしとったね。右から、ちゃんが、ちょろちょろと。右から、ほんとだ。あれ？気づいてしまったか？これ大丈夫かね？もう一人の私がいることに。もう大丈夫、もう大丈夫。おおおお。うち、両親が食堂を経営していて、味がいいって評判なんですよ。天井で待っちゃる。天井で待ってる。ほいじゃほいじゃ、まず最初に、待機してくれちゃった人のお名前から読み上げるね。はい。イベントがあるそうですよ。事前にイライラと調べておかなくては。島月さん、待機モイシャル、ありがとう。ワクワさんも待機、ありがとう。コッチさんも、待機ありがとうじゃよ。リュウヒョウさんも、遊びに来てくれてありがとう。で、待機ありがとう。ヒロさんも、待機ありがとうね。ナオキチさんも、待機ありがとう。にゃんこさんも、待機ありがとう。ティーオールさんも、待機ありがとう。KNNK さんも、遊びに来てくれてありがとうね。ね、ほいじゃ、あ、ヤクモさんもいらっしゃい。昨日の配信引きずりすぎだよ。やめて。あ、ホラー配信来ちゃ。アイリンさんいらっしゃい。こんにちは。遊びに来てくれてありがとう。みんなありがとうだー。今日はね、あれないよね、ちょっと待って。これ出すが、えんしょう。はい。じゃーん、ピックアッププリティダービーガチャに挑戦。イエーイイエーイイエーイ。もう今回もあれじゃ、ジュエルいっぱい使うよ。食べた。え、いくぞ。ジュエルの貯蔵は十分か？今、24,690個あるよる。すごい、めっちゃ溜まってる。私ね、今18,000溜まってる。ほんと？うん。ね。じゃあ、差分はあれかね、うちサポカで使おうかな。ね、どうしても、もう全然ね。うん。あ、月の皆さんもいらっしゃい。こんにちは、いらっしゃい。足りる石、足りないかもしんない。貯蔵十分じゃないかもしれないよ。ほいじゃ、早速ゲーム画面の方に移動しようかね。はい。あの役もさ、そう、アンリミテッド天井ワーク。そう、こういう魔法ね。こういう結界発動するぜ。いやー、もうさ、ネイちゃんもさ、キングちゃんもちょっと可愛すぎるんだ。ねえ、そう。ねえ、可愛すぎて。この日を迎える前にね、もう何回引こうかな、引こうってこうね、ちょっとね、
揺らいだことか。めっちゃわかるが。姉ちゃんと商店街を歩いてると、いろんな人から声をかけられるんですよ。人気者め。友人が20連でキングと姉ちゃん出したときは発狂しそうになった。というか、ちょうど、まあ、うちらの知り合いのライバーさんにも、水を飲もうとしたら、死がつく人が、ね、死がつく人が3枚。死がつく人、何屋のゆきとさんなんだ。うちのおすすめチャンネルのところにね、おる人なんじゃけど、3枚、キングちゃん当てたとか言うて、もうほんと許せん。キングちゃんをね、3枚ね、当てたーってね、そう報告が来て、本当に一回ちょっと校舎裏に埋めました。はい。うん。うちが掘り返してからもう一回埋め直すね、5回。オーバーキルすぎて草。いや、でもそれぐらいね、そう、うん、それぐらい幸運だったね。ね、あ、つよしさんもいらっしゃい。ね、いらっしゃい。したいと思います。どんな栄養を食べるのか。直吉さんはキングちゃん。ね、あ、多分ね、その、うん、その、何屋のゆきとさんのね、そう、キングちゃんしか当たってない、逆にね。3枚。これぐらい回してたんだろう、100連ぐらい回して3枚キングちゃんみたいな感じだった。シャルちゃんのよく見たら、1回無料ができるんじゃね、今。あ、そう、今日回さずにちょっと我慢してた。えらーい。うちも、我慢できんかった。私ちょっと一連これね、回してからね、どうかなーと思ってるんよ。これどうしようかいね、音がハウリングじゃないけど、2周にかかりよるよね。変じゃないかなー。あー、そうだね、確かに。みんな大丈夫、うん、でもうちらはね、すごい演出が多分なるから、ね、なってしまっても大丈夫かなと思うんじゃけど、まずはじゃあちょっと、シャルちゃん、ね、一回無料。一回無料ね、とりあえず。回そうかな。はい。じゃあね、ガチャ配信、始まります。はーい。行くよ、一回目。はい。一回目。お願い、ここで来たらもう。まあ。エクリプスチャンスもあるよ。ない。昇格。まあ、金なら、金なら。まあ、ここからですよ。うちもね、チケットがあるよる、5枚。5枚あるチケット。うん。じゃあ、まいちゃんのチケット見届けてからにしよっか。うん、チケット使う、うん、チケット使う。じゃあ、行くね。はい。はい。ドキドキ。ああね、まあ、まだですよ。でも、すごい、チケットでも気に入ってる。ね、すごい、ゴルスちゃんじゃん。ナイス、ゴルシちゃん。もう一回じゃね。はい。よいしょ。さきよんちゃん。これ来ちゃってもいいのよ。よんちゃん。これ来てもいいのよ。よいしょ。ライアンちゃん。ライアンちゃん。もう一回。あ、すごい。ダッカちゃん。アスパちゃん最後アスパあっあ、まあまあまあチケゾちゃん来たあとね、あとね、サポートカードもありよる。サポートカードもありよる。うんうん、こっちも使っちゃうね。ちゃうしか。うん。ここで来るとヒーちゃん発狂するんちゃう。今日はあると思う。そう、あと今日ね。カルルンがいないのがちょっとね、心配、私は。ガンガン引いていくよ。アイアイン。え、いっちゃいい？ママめっちゃ溜まってる、すごい。リヒョさん、普通のネイチャー。あ、新しい子じゃん。普通のネイチャーも可愛いからね。お、まあ、ここまでは準備運動。ここまではね。準備運動ですよ。うん。ほいじゃん、ほいじゃん。ほいじゃん、こっからが。こっからが、チキンレースじゃね。チキンレース。まずは5回からかね、5回目。5回？カルルン召喚してもいい？カルルンがいないと私、そう、先の人がいない。3、3、
さすがにこの前が、ね、今回逆かもしれんし。うん。いやいやいや。はい。いつでも行けるかな、うん、タイミング合わせて、感じで。うん、行ってみようかいね。はい。じゃあ、はい。のー、あ、大丈夫よ。ごめんね。せーのーで。はい。まあまあまあ、扉は、扉は、扉は。くお願い、昇格がね、昇格があるからね。金の枚数多いよ。金の枚数多いよ。なんかね。セクエム課長さん、こんにちは。いらっしゃい。あ、課長さん、いらっしゃい。昇格してもいいのよ。昇格してもいいのよ。昇格してもいいのよ。どうしろ、どうしろ。わー、すごい。まあ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 。じゃあ次、もう一回じゃね、もう一回。もう一回。はい。いっせーのーで。はい。扉がね、扉、警視庁来てもいいんだけどな。エクリプスも来てもいいんだけどな。あ、画面が変わりよった。大丈夫ね。大丈夫。そっちで変わりよったな。よいしょ。うなにさん、チッス、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いらっしゃいませ。昇格、昇格してもいいのよ。昇格してもいいのよ。ユーションさんね、すごい。サイゲさん、太っ腹になってほしいが。ぐねね、ぐねね、ぐねね、もっかい。はい。あ、今度、シャルちゃんが言うて。え、いいっす。せーのーで、お願い、そろそろ、いや、そろそろ、そろそろ、そろそろ欲しいよ。なんかでもちょっと違う。うん。あれが。流れがちょっとあれだったらサポートカードね、引くかもしれんね。確かに。私まだ、まだね、まだ、慌てるような時間じゃない。めっちゃ来ちゃう。え、ちょっと待って。うわ。あ、ウースちゃん、ウースちゃんだ。いいな。ナイス。あー、すごい。ウースちゃんだ。ぐぬぬ、先越されてしまった。ミラー昇格しかも、すごい。やったー。ちょっと待ってね。うん、これは、座れ始めてる？座れ始めてる？ちょっと深呼吸ね。あ、ちょっとまだね。ニューじゃよ、ニューつけしろさん。いらっしゃい。いいなぁ、ウンスちゃんね、かわいいよね。ウンスちゃんも欲しい。この一人。ねえ、そうそうそう。はい、どうしよう、サポクトカードも一回引いてみる？あー、悩ましいなぁ。もう一回。そっか引く？もう一回。私でも今回は、うん、ウバ娘の方で回しちゃうかな、全部ね。ほんと？じゃあちょっと、うん。行くかいね。よいしょ。いくよ。じゃあ、サルちゃん、お願い。はい。そろそろちょっと来ますように。はい。うん、いっせーのーせ。扉に沈めちゃ来てる。ちょっと待って。ちょっと待って。大丈夫、まだ、まだね、昇格がある、昇格がある。あ、来た来た、私は、あ、シャルちゃんも来てる、やったー。お願い、お願い。シャルちゃんは誰が来るんだろう。ねえ、お願い、あ、昇格じゃん。あ、じゃあ先、行っちゃおうかな、私ね。うん、見たみたい。
心と駒心軽妙にして現場テレフォンちゃんもしかして未体験の味をご堪能ください。え、シルエットかな。あ、え、いいシルエットしちゃう。あれかい、しかもかわいい、かわいい、かわいい、クラッシュじゃん。ほっ、しかも2枚いってる。え、いけるかな。あ、来たよ、みーちゃん、みーちゃん来たよ。来ちゃう、みーちゃん、みー、か、かわいい、かわよい、かわよい、くぅ、みーちゃん強い。やはり強敵、みーちゃん。ナイスナイス、2枚抜き。危ない危ない、これは出てなかったら私が今度ね、カルルみたいに叫ぶところだ。まあ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 、ねえ、ティオールさんピックアップじゃん、本当によかった。でもナイス、みーちゃん2枚、しかもどっちも、サルちゃんありがとう、うん、でもテイオーちゃんもええな、すごいアニメですごい応援する子じゃから、うん、みおちゃんは嬉しい、ほんとに。あ、ムクロニットさんいらっしゃい。ガチャ頑張っちょるよ、今。いらっしゃい。はい、みーちゃんね、頭2つ抜けて1対3でございます。じゃあ次、もう一回行くね。行くよ。うん。はい。じゃあ今度、みーちゃんにする、うん、うん。行くよ。いっせーのーせ。シャルちゃん、シャルちゃん扉来ちゃる、やっちゃおう。そうだね、まだまだ、しかももう一枚ぐらい来てくれてもいいのよ。あ、タワちゃん来ちゃう。タワちゃん倒してしまった、演出ごめん、倒してしまった。あ、ねえ、ほいちゃんほいちゃん、待ってとは、うん、もう一回じゃあピックアップ探す、おかしいぞ。うん、はい、うん、せーのーせ。え、あと6回いけるからまだね。あ、理事長来た。すごいすごい、サルちゃん誰が来るの、誰が来るの。いったー、いっぱいいっぱい出ちゃっていいよ、いっぱい出ちゃっていいよ、いっぱい出て、うん、理事長ねえ、理事長出ちゃったね、みんな。すごーい。うーん、理事長。お願い。お願い。次かな、はい。あ、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 やったー、サルちゃん、おめでとう。めっちゃ嬉しい。ありがとう。やっちゃう、サルちゃん、大勝利、もう私終われる。じゃああとあれじゃない、サポートカードも触れそうじゃね、残り。そうだね、うん、うん、いやあ、みんな嬉しい、あ、おめでとう、みんな流氷さん、流さんさん割らないで、それ大事なものだよ、それはね、そう、ごめんだ。あとキングちゃん、キングちゃん来てほしいね。え、そう、キングちゃんはね、うん、一回行く、オッケー、うん、もう一回行って、次ちょっとサポートカードもちょっと引きたいなって思ってる。うん、うん、そうだね、うん、あと私メイちゃんに合わせる、うん、了解。じゃあ、いっせーのーせ。はい、まあ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 
昇格あるよ。ね、いいよ。じゃあ、これみんな星が増えそうじゃね、すごい。星めっちゃ増える。うん。まあ、当ててます、当ててますから。じゃあ、次ちょっとサポートカードいきたい。はい。最近サポカンママ合わせてないからね。うん。あ、ね。よいしょ。ヤクモさん、カルちゃん出てきたらめちゃめちゃビビるんじゃけど。大変。すごい声上げて出てきそうじゃね。うん、あのシャルトーって叫びながら出てくる。ごめんなカルル。4回ぐらい引きたい。そうだね。うん。4回いけるかな。うん。うん。一せーのーせ。はい。ほっ。ほっ。虹来てる。見ちゃう。やだ、虹来とる。あ、うん。森ちゃん、電信フラッシュだ。あ、デジタルじゃん。デジタルちゃん。電信ナイス。ねえ。ああ。超格かな。あ、来ちゃ。ああ。ピックアップで紹介されちゃったやつじゃん。シーキングパールちゃん。うん。あ、たまちゃん、わあ、たまちゃん、ナイスナイス。先こしゃれたち。ね、もっかいもっかい。はい。ね、ピックアップ引けたやつ消しなさい。嬉しい。ピックアップね、仕事しとる。じゃあ行くよ。あ、次じゃあ。リュウヒョンさん、ブチギレだ。ごめんね、リュウヒョンさん。ごめんな、すまね。なのでも吸い取ってしまった。シャルちゃん、うん、じゃあ、お願いしてよい？はい、じゃあ、いっせーのーせ。うん、何もなかった。デジタルちゃんじゃん。重ねられる。デジタルちゃん、ナイス。何もなかった。何も見てない。浪人侍さん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ちょうどね、今、ガチャやっちゃるよ。タルちゃん、何もなかった。シャルちゃんも。うん、デジタルちゃん来たね。すごい、デジタルちゃんすっごい重ねられた。デジタルちゃん祭り。もう一回じゃね、もう一回。はい。うん。じゃあ、私でいいかな。うん。うん、いっせーのーせ。うん。お、いきなり人さん。タキオンちゃん、大宅ヘリオスちゃん、ファイモーショーちゃん、あ、ファイモーショーちゃん、エアグルーヴちゃん、メジロアルダンちゃん、あ、アルダンちゃん、かわいい、一緒のシーチョル、あ、カレンちゃん、大宅ヘリオスちゃん、わー、イラストかわいい。まあまあじゃね。うん。ねえ、いないのに、そう、むいちゃんに座れてる説。代わりに、リスナーのみんなから、うんがね、集まってきてる説はある。ね、配信補正じゃね、配信補正。人形さん、人間やめてくる。何になるのか。ね、これで、ラストにしたいかな、ラストにして、残りちょっと。馬娘引きたいなって思うんじゃけど、どうしよう。そうだね。うん。私も最後馬娘にしようかな。あ、じゃあ、ちょっとサポートカードやめて馬娘にする。あ、うん。むいちゃんもしサポか、あれ引きた、全然、うん。多分むいちゃんの方がね、いっぱいあるから。でも、なんだろう、重ねるのが大変なイメージじゃが。あ確かに。よいしょ。キングちゃんがね、そう、まだね。うん。2回できてないか。私あと2回か。2回いけるね。うん。まあ、じゃあ、シャルちゃんお願いしていい？はーい。またね、ちょっと馬娘戻ってね。行くよ。みんな、ほらに、もう当ててくれ。お願い。はい。一斉。
せーのーせ。まあ。エクリプスも。エクリプス来ちゃう。エクリプス？エクリプスって。名前が違うと、なんか出るの？すごいすごい。なに誰？一番綺麗に待ってやろうじゃん。え？あ、この子、ひちぃちゃんじゃない？ひちぃちゃんだ。かわいい。かわいい。うわー、すごい。綺麗なボルシちゃんって噂のシティちゃん。どういう名前かね。エクリプスやっぱ確定だったね。いやー、よかった。ベースのお名前でわかるのそれ？ね、そう、ゲートの上に文字が書いてあるんだけど、そこがね、なんか生徒会室にあるね、そう、エクリプスなんちゃらってやつがあると、すごい確定。あ、一枚来てる。え、すごい。一流のエールに感激する。ちょっとー。ついちゃる日。ねえ、みんなおめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ね、そう、直吉さん、この前ね、そう、何のゆきとさんからね、うん、吸い取ったね。からね。うん、やったー。浪人侍さんもありがとう。うちもね、もう一回トライするが。よいしょ。キングちゃん。おい、私もさ、最後、行こうかな、一緒に。じゃあ、いくよ。あ、シャルちゃん、お願い。確かに行く。いっせーのーせ。エクリプス、エクリプス。ぐぬぬ。あ、ロングショットスター。ロングショットスター。ピンが一番すごいやつかな。めっちゃ、金ピカがすごいいっぱい光っとる。ナイス、昇格が。にゃー、まあまあ、もっかい、もっかい。みーちゃんの元にね、じゃあここで体力が尽きてしまったし。じゃあこっからもじゃあ見守るよ。お願い。私の運を全部ね、むいちゃんに返さずきます。エクリプス、来ますように。あ、でもフェイバリットスター、ちょっとだけキラキラの看板だね。金ピカになりよる。むいちゃん、むいちゃん、ゼロゼロ。あやめちゃん。一流のエールの感激するキャラクター。顔を上げなさい。顔を上げる。むいちゃん、むいちゃん、ナイス。すごい、やっちゃー。2人の目標達成できたね。達成できた。鳥肌が今すごい。やっちゃー。うちにもキングちゃん来た。よかったー。アイリーさん出たよ。アイリー
うわスカイゼロさんもありがとう、本当にコメントのおかげだよ。みんな、みんなの両者大勝利、両者大勝利、大勝利、すごい。浪人侍さんもアルトさんもヒロさんもありがとう、ありがとう。これはこれはカメルン絶対怒ってる裏でこれは怒るよ。でもカルちゃんもまだのゴルシビークで弾けるんじゃない、まだ。確かに、うん、ね、カルル弾いてるかわかんないけど ね、 ね、そうそうそう、この配信を見たカルルンが絶対後でもう殴り込みに来る気がする。じゃあ後であの切り抜いちゃおう、ここね、ナイス、すごい、ナイス。で、そのままね。ね、ヒーヨルさんね、感動の最終回じゃね。ね、もう最終回です、この娘。ああマチ、マチタンちゃんがすごい、新書できそうな気が、ショーブックできそうな気がする。うん。ララーン。いやーよかった、今日ね、素材爆死の未来を予想してたからちょっとね。こんなに、こんなに弾きいいの初めてなんだけど。うち二人とも弾けると思っちゃった。すごい。嬉しい。うん、むいちゃんのおかげだ。あー。いっちゃいい、いっちゃいい。うん、いっちゃいい。終電かな？うん。新しいアニメも始まるよね、すっごい楽しみ。うん、なんだっけ、オペラ王ちゃんとクロードちゃんと、ね、と、あやべちゃんだよね。うん、ね、うん、兄ちゃんにもう一枚、ね、もう、もうだいぶだいぶあれだけどでもすごいね、ポスターケースがいっぱい来てくれちゃうからすごい助かるが、うん、星が増えてるとすごい強くなるんでしょ。うん、トツもね、できそうだね。うん、じゃあラストだね。ラストかな。うん、はい、ラインあ扉来ちゃう、扉来ちゃう、扉来ちゃう。あとは何枚出るか。しかもさ、エクリプス書いてない上。エクリプス書いとる。あれ、扉とエクリプスって重複するの？え、そんなもんなの？一枚じゃない、さすがに。すごい、むいちゃんの幸運が。あ、元気出るかな。あー、みんちゃん来ちゃう。みんちゃんだ。うん。ファイト、ウィン。重ねられるか？コメントがもう、阿部共感なんだよな。ちょっと入ってくる。めっちゃ2枚できちゃう。もう1枚ぐらい。いっちゃっても。どうだろう。あ、さすがに1枚だけじゃね。うん。でもすっごい。2人とも揃えられたから大勝利だよ。大勝利、もう私は今日、うん。これ、人生が終わるって。大げさだよ、カルちゃん。ゲームじゃよ、ゲーム。あー、でも嬉しい、ほんとに、ね。嬉しい、嬉しい、ほんとに。せっかくじゃから重ねちゃおう。そうだね。ちょっと待ってね。この娘、ね。ブルボンちゃんじゃ。ブルボンちゃん、そう、今ね、そこからね、かわいいでしょ、うん、チョコボンちゃん。ありがとう、みんな、大勝利。ちょっとスマホを初期化してくる。UFO、流氷さんのスマホがもう、ボロボロに。もいちゃん、才能開花するか？うん。才能開花、そうだ。うん。ちょっと待ってね、何が当たった新しく来た子。TO ちゃん。うんうん。TO ちゃん、七。ちゃん、に、ちゃっちゃん、キングちゃんかな。はい、うん、もう、大満足です。ブラスちゃんも来ちゃう。かわいい。またね、配信でできる子、ね、一緒に遊べる子が増えてすごい嬉しい。
卵ちゃんも私来たから女神像が足りないかな。私卵ちゃん割といけるか。卵ちゃんローリン侍さんありがとう。そう言ってもらえたらすごい嬉しいよ。卵ちゃんちょっとトツしちゃおう。ありがとう。うん、勝負服。マユノちゃんも勝負服出る。うん。新しい子もね、いっぱい来てくれたから嬉しい。うん、ちょっと再現、再現ですと喧嘩してくる。あ、シャルちゃんのも見せて。うん。卵ちゃんでももともと星さんだから勝負服はもう持ってるかな。かっこいい。あの最近よりね、ヨンジョルあのシンデレラグレイまんまじゃねえ。皆様バチバチって感じだね。ね、トップガイ広報担当じゃねえ。パイロット。チャルさん帰り道大丈夫ですか？ダメかもしれない。音信不通になったらそういうことです。はい、今日ね。よいしょよいしょ。おっかちゃん。いける子いる、あ、私意外といける子いないかも。シャルちゃんみんな星三つの子になっちゃるんじゃねえ。うん、もうね、結構、前の時にいっぱい引いて、だいたい、うん、星3になったから、次星4だね。星4。よいしょよいしょ。うん。よいしょ、いっぱいできるね。お、まちたんちゃん。まちたんちゃん。かわいい。かわいい。70分。ねえ、話出して。70分。ね、うん、アイリンさんね、そう、勝負服が、できるとライブがすごい盛り上がるの。パンパカティって。うん。すごい。パンパカティ。かわいい、マチタンちゃん。才能、磨いてください。覚醒レベルも上げられるが、あ、ウンスちゃん上げられる。うん。変身フラッシュちゃんも上げれよる。覚醒レベル私いっぱい上げられる。ほんと？え、すごーい。道具、何をあげるかね、全然決めてないからまだね。せっかくじゃから。ネイチャちゃんあげられる。ネイチャちゃんあげちゃおう。うんうん。ワン、ツー、ステップアップ。かわいい。ネイチャちゃんあげてきまくってよかったよかった。マコウさんは、ネイチャちゃんと藤木関ちゃん。ナイスナイス、藤木関ちゃんいいな。藤木関ちゃん来たの、ええー、なー。りょうちょう先生だ。藤木さん、藤木さん。こんにちはー。ごめん。あ、お呼びしてた。ごめん、もしかしたら。あ、大丈夫。ごめん、ちょっと、うちも見逃しとったかも。遊びに来てくれてありがとう。ありがとう。ナリクが星5になります。つよつよのため。うん。よいしょ、よいしょ。ヒントレベルってシャルちゃん上げちょる？磨いてください。ヒントレベルね、少し上げてない気がする。上げてもいいかもしんないな、確かに。あ、ヒロさん、ほんまにちょっとやってみる。才能が、ほんとじゃ、ほんとじゃ。女神像交換。あ、うん、そうだね、もいちゃん星4いけるはず。どうぞ、ゆっくりご覧ください。これじゃね。うん。20個。よいしょ。1回目はね、その女神像1個で。25個まで交換できるからね。そう、揃えやすいんだよね。才能開花。あ、ナイスナイス。ステータスも上がる。オグリちゃんに続いて2人目じゃね。ポンポン登ってきましょう。かわいい。かわいい。はい、かわいい。うん。ね、姉ちゃんの育成楽しみ。女神像ね、まだいっぱい持ってるからね。そう、最初の足りない時にね、そう使いたいのよね。ね。あと一押しの時じゃよね、やっぱり。うん。新4キャラね、そう、私もやっと二人に。
200個もいるんじゃん、200個も。もう多いのよ。多いね。その次が確か500。500だよ。そんなに違う。嘘ついた。300必要かな。300必要。あ、段階で上がっていくんじゃね。じゃあ次400みたいな感じかね。ねえ、川上ちゃんも当てたい。わかさんね、そう、最後の棒目が可愛いの、姉ちゃんちゃん。あそこがすごい、あの、姉ちゃんちゃんらしい表情がすごく。うん。ちょっと照れてる姉ちゃんちゃんね。ね、そうそうそう。そう思えば。よいしょよいしょ。達成確認を忘れずに。ひりょうちゃんも可愛い。霊感レベルが上がったそうです。知らない。いやー、もう気持ちよく寝れる、今日。ね、あ、ホイジャーの一緒にストーリー見ようかいね、シャルちゃん。イベントが始まっていますね。うん、冒険にはトルセン学園のやつかな。あ、トルセン学園のやつかな。一生別黄金世代をみんな揃ったかいね。あ、ちょっと見てみる。あ、サポートカード重ねるのすっかり忘れちゃったな、シャルちゃん。あ、そうだそうだ、サポカも見ないと。うん、サポカも強化するよ。お待たせ。はい。私レモン、お力になれるでしょ。すごい。ヘイさん、黄金世代に勝率全部揃った。うらやま。ぐぬぬ。ねえ。うん。いや、このさ、その女神像夜動きませんか？むいちゃ。やだ、スリーゴッテスやだ。超限界配布。ヘルコ。あ、この辺いける？デジタルちゃん。まだ増えよる。よいしょよいしょ。充電なサポートを提供する。デジタルちゃんもかわいい。よいしょ。ピヨンちゃん。ピヨンちゃんもいけるね。二段階。よいしょ。あ、さきよんちゃん、いいな。二つできた。二つできた。よいしょよいしょ。アイネス夫人ちゃんかわいいな。あ、まだ買い物、マックスまで来よる。あ、ナイス。私も見たら、よく見たらいっぱいいる。せっかくじゃからいっぱいしちゃおう。そうだね。うん。パールさん二つできた。あ、イザヨユキさん、いらっしゃい。ガチャ勝負ね。ちょうど終わったところなんよ、今。二人とも大勝利。ほかほかじゃね。二人とも。はい、うん。ね、うん、心の準備をしてみていただければ。じゃあ、二人の後で一覧見せるかいね。そうだね。うん。サポートのコツ、分かってきました。やりすぎたまである。ヒロさんはじゃあ、ウンスちゃんが揃ったら黄金世代全部揃うんじゃん。ねえ、来てほしい。僕はウンスちゃん羨ましいな。ストーリー見たからね、特に、うん。うちも見たい。アニメとかでもね、ストーリーとかでもよく出よるけん。すごい、楽しみ。うん。まだまだみんなをサポートするわよ。私にこんな力があったなんて。あ、やじるミッションも。矢印二つを押し寄ると、あ、うんうん。そう、マックスまでね、思ってるマックスまで行ってる。スカイゼロさん、ありがとう。ちょっと試してみるぞ。よいしょ。こんなもんかな。とりあえず、ちょっと一突は、後でいいかな。ご奉仕させていただきます。ね、いっぱい、いっぱいありよる。もうイメージいっぱい溜まってるね。うん。さっきのサポートカードでいっぱい来ちゃったからね。私はサポートだ。うん。サポートなら今日はね、サポートの人なんていなかったんや。ね、大勝利大勝利。一緒に回してくれた方はありがとうね。うん、ほんと。うん。一緒に回すと楽しいね、すごい。ねえ、楽しい。うん、なんか、当たる気がする後に。前回のカルルに怒られるけど。
ね、この前のカルちゃんの叫びすごかったもんね。しょうがねえな。ショート動画めっちゃ見てるわ。思わず切り抜いちゃったもん、あれ。そうなんよね、伊沢陽焼さんね。またなんかの紹介があるんよね、なんかあの、新しいこの。で、マネジの気持ち。そうだね、そういえばね、新しくお迎えされた、馬娘ちゃんがね、なんか話題になってたね。うん。だから、次のね。うん。めちゃかんといけんね、また。ね、うん、ワッコーさんね、これであとね、NHK マイルカップでね、出られれば今日の、運勢は本物。ね、いい景気づけになったよ。これが、正義の友情パワーだ。よいしょよいしょ。神ったうちに、パワーしとけって。そっかね、トッツがまだ全然だからね、私ね。そうなんや、うちもね、トッツすごい、頑張りたい。ね、イベントの時のドトーちゃんが一番、発できてる。こんな力があったなんて。あ、アイリンさんは川上ちゃんの、ね、みんな新章来るじゃろうから楽しみじゃよね、また。大変なんだ、ね、もうジュエルがね。ラスクとかハロウィンとかね。トレーニング準備、開始します。これで、バッチリじゃねえ、これでバッチリ。解放可能、上限解放。あ、そんな絞り込みできたんだね。あ、そうなんじゃよ、すごい。あの、コメントで教えてもらった。リスナーさんに教えてもらった。レアリティ。ね、レベルも上げていかんといけんけど、あの、レベル上げるのお金使っちゃうもんね。あの、マニー。そう、お金が、だいぶ溜まってきたから、でも私いけるかな。ただ育ててない子ね。あ、キーちゃんまだ上限解放できるの残っちゃるって。あ、うん。どうしようかなって。一トッツだから、とりあえず、いいかなと思って。置いといてる。才能磨いてください。ちょうどいい感じに、そう、一枚だけっていう感じの猫がいっぱいなのよね。そうじゃね。うん、まとめてね、また、キットガチャ引いてね、そう。お迎えできるから。そしたら、どうしようかな。じゃあ、あれですね。もう一回一覧ちょっと開いて見てみようかね。そうだね。今日の、今日の成果を。今日の成果。一覧。ああ、ほんとでも、何も出ないまで覚悟してたから。ね。あ、気がついたらうち、おぐりちゃん金ピカになっちゃる。あ、ナイスナイス。あ、覚醒したから？うん、覚醒レベルが3になっちゃる。あ、そっか、覚醒レベルが3になると金色になるのかな。なるほどね。長距離シューズ。ダイヤちゃん、ダイヤちゃん、いるのかな。え、でも金ピカじゃん、金ピカ。確かに。金ピカにしよう。あ、ほんとだ。これで金ピカになるんだね。すごい、金ピカになった。中距離シューズ。いいよ、ソルちゃん、靴いっぱい持っちょる。すごーい。あんまそう、私、覚醒をやってない。そう、やんないと。いいよ、ちゃんも金ピカにしちゃおう。あ、サフラディーさん。パチパチ。浪人侍未来さん、お疲れ様。また遊びに来てね。ありがとう。ありがとう。あ、サフラディさん、ありがとう。センキュー。コングラチュレーション。ね、だってまだ、下スクロールしよったら、ほら、まだお迎えしちゃらん子いっぱいおるよるもん。知らんねえ。もう、いっぱいいる。鈴鹿ちゃん欲しいし、鈴鹿お迎えしたいし、ダリブーちゃんもお迎えしたいし、ウンスちゃんもお迎えしたいし、ね、ハイシンちゃんもお迎えしたいです。はい。うち、早秀ちゃんをお迎えしたい。
かわいいよ、はやひびちゃん。うん、ストーリー見たい。いるね、確かに。ブライトちゃんもね、そう、ブライトちゃんもお迎えしたい。最終章のストーリーめっちゃ良かったから、いつも。そう、見ちゃったから。うん。あ、月の輪さんね、レジェンドレースね、あんまり勝てん。強い、やっぱりみんな。なかなか勝つの難しいね、あれ、レジェンドレース。一日一回しか勝負できんし。そう、そうなんだよね。うん。パフェみんな食べてもらって頑張っちょるよ、一生懸命。あ、ねえ、下月さん、そう、サンプルでね、そう、募集してね、シューズはね、そう、集めたりね。なるほどじゃね。桜の破壊神、誕生日に桜台もらう？桜の破壊神って、誰？この前のあれ？なんだっけ、あの、テンハルでね、そう、桜壊しちゃった子。違うかな？え、そんな子がおりよるの？シルバーソニックちゃんじゃなく、みたいな？あ、そう、シルバーソニックちゃんね、そう、壁、柵に突っ込んでたよね。ね、どっかに、ね。あれ、壊れちゃったの？うん、いつの子かな？ねえ。レジェンドレース、今回ブライトちゃん来よる。あ、レジェンドレースは評価 A 以上じゃないと。あ、うなにさん、なるほどじゃね。そうだね。ま、あと、なんか勝ちやすいこと見えそうじゃない子が、いるよね。私ずっとね、スペちゃん。才能開花まであと22だから、ずっとスペちゃんに。愛になる夢があるのは、どの勝利も譲りません。挑戦するのか。うちはね、マックちゃんとね、あの帝王ちゃん欲しいんじゃけど、帝王ちゃんには勝てるんじゃけど、マックちゃんに全然勝てんが、うん、やっぱり、まあ、マックちゃん確かに強そうだね。うん。で、レジェンドレースブライト来るの？ブライトちゃん来るの？え、それは、はい、それはどのレジェンドレースに挑戦？ダメルまである。日本一になる夢があるんです。誰にも勝利は譲りません。またあるじゃね、1万5000ぐらい貯めんといけんね。ねえ、食べないとね。ランプ165円。ジュース買えるが、ジュース。うん、90個今もらえたから、155円。霊感レベルが上がったそうです。知らない間に。ほいじゃん、シャルちゃん。うん、どうしようかね。うん、メインストーリーの、コーヒーあ、まあ、メインじゃない、イベントのシナリオさ、一緒に見てみん？うん。読みよ。苦しいのでまだ見てないからし。うん、楽しみ。あ、フリーザ様いらっしゃい。シャルロットシャルロットシャルロットだよ、ありがとう。イベントが始まるそうです。じゃあ、ちょっと待ってね。何が起きてないの？準備するか？よいしょよいしょ。了解。うん。今回はね、ちゃんとあのイベントストーリーも開放しとるから見れるが、ああナイス。私全然開放できてなくてごめんなんか。入れ替えるね、ちょっといいでしょうか。うん。タクちゃん先輩が毎朝運勢を見てるんですけど、大体いつも大吉なんです。うちの方がちょっとシャルちゃんの閉じさせてもらって。うん、あ、ありがとう。ね、ほいじゃほいじゃ、早速イベントストーリーね、うん、こっち。さだらけエール、はい、トレセン学園応援団見る。あね、だから楽しみ。だからめっちゃに私ディスコの共有馬娘のやつもらった方がいいかな。うん、うん、シャルちゃんありがとう。ちょっと待ってね。ありがとう。今日はね、うちが半分4話読んで、後半シャルちゃんにお願いしてもよい？オッケー、了解。あ、いいの？じゃあ、S のグラスちゃんでも負けるときがある。そんなに強いんだね。すごい、BGM がすごい。応援しとる感じじゃね？わあ、なんかこの、あれね、あ、甲子園とかの、吹奏楽団みたいなね、いいね。うん。
レンジがかっこいい。ブラスバンドアレンジすごーい。ウマ娘のね、サントラとかね、そう欲しいのよね。ねえ。うん。いや、でもあの PG もいらない。入っちゃりそうで怖いな、ホラーの。カフェちゃんのね。そう。ランダム再生してあれになった瞬間、うち、はびっくってなるよ。人気のりガン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 って。うん。来るかもしんないやつ。ね、ほいじゃほいじゃ、早速、出走までまだ時間、うん、1時間ちょっとありよるね。それまでちょっとストーリー ね、進められたら良いね。はい。ほいじゃほいじゃ、第1話、登場暴走団長、やってくね。はい、もうサムネがね、可愛いんだ。うん。次のさんどうする？来訪者呼ぶ？ガンジーン！オーエンダン！すごい！オス！かわいい！かわいいね！キングちゃん似合うよね、応援団長。応援団とは、来たる春のファン大感謝祭のため、発足された団である！いやー、これ大変そう、すごい。演じるの。オス、うん、我々は競技に出走する馬娘を盛大に応援し盛り立てることである。かわいい。オスオスオス、そのため我々は高性能デラックス応援衣装を導入すれば着るだけで腹式呼吸を可能に。すごい、あのラスボスじゃねえこれ。ねえ、何やし幸子様なんだ。ねえ。あ、配信者は読むセリフがありません。ほんまに、じゃあもうチャレンジいっぱいいっぱい突っ込んじゃおう。ねえ、すごい。ゴールドセイントじゃん。ゴールドクロスじゃん。セイントセイヤ。いいサプライズでしょ。団員にも秘密で準備した甲斐があったわ。秘密にされたすごいわ。止められなかった。いくらかかるのこれ。さすがトレセン学園、何でもできるね。花火やミラーボールと同じよ。輝くものは気分を高揚させる。あとなんかロマンがあるでしょ。だからファール先輩には応援団のすごい演出もここまで来たらもうイベントじゃよ。うん。紅白歌合戦なんだ。くさ。いい声。ああ、ええ声じゃね、すごい。ビブラートが効いとるっていうかね。遠くまで届きそう。キングヘイロー！バンダイメモリーちゃん。校内のスピーカーの設定を勝手にいじったのはあんたっすか？ね、パール先輩ノリノリじゃねえ。風紀苦情が来たっす。似合ってるのがまたね。スピーカーが鳴らなくなったと思えば変な歌が。え、なんだこれ。もう準備バッチリなっちゃう。イメージでもなんでもないんじゃこれ。ね、メイジちゃんの尻尾がすごいもん。そうなるよね。ね、うん。たぬきさんみたいになっちゃるが。うん。キーンがこんなにも早く嗅ぎつけてくるなんて。みんな、一時撤退撤退よキングちゃんがまさかこんな破天荒な企画立てるなんて。そう、ヘイロー、あの、キングちゃんの意外なね。なんなの、この団。ついていけないよ。めちゃらしい。ね。うん、キングちゃんね、あの、お嬢様じゃけ。アイリンさん、でもこれ、お金の使い方間違っとるが。改めてですが、トレセン学園応援団とは、春のファン大感謝祭のために、期間限定で結成される団である。育成のイベントでちょこちょこ出ちょるイベントのことじゃね。そもそも、春秋行われる、あ、そうだね。ファン大感謝祭は、だね。簡単に言うと、うん、春は運動会、秋は文化祭という区分でして、春のファン大感謝祭においては、学園のあちこちで、
ウマ娘があらゆる競技や催しに参加し、ファンをおもてなしするわけです。いらっしゃい。コウムイコンサル。コウムイコンサル。今ね、ストーリーやってるところじゃよ。ガチャはね、二人とも大成功じゃよ。おややーん。そして、各競技を盛り立てる応援団の団長に、今年はキングが就任。その他、今回の団員には、私やパールさんがいると。すごい、うんうん。キングちゃんノリノリだろうね、本当に。ですね、輝いてるよ。パールさん。うん。ザツライ。さすがね、姉ちゃん。今までの流れを完璧にまとめたわ。めたいが、ちょっと。姉ちゃん、助かる。あらかじめまとめね、姉ちゃん。うん、本当助かる。うん、ならパールさんも悪乗りしないでくださいよ。キングもすぐに調子に乗っちゃうタイプの子ですし。あ、そうなんだよ、マサヒロさん。うちらね、二人とも両方お迎えできたんよ。本当にすごい。うん。なぜ？あの子のアイディアは悪くないわ。そもそもの考え方だって。ね、キングちゃんはトリマキーズの子たちとかがおりおるからね。盛り上げ方は、なんですごい、すごい音が鳴るよりは。ブラジルですか、ここは。なんで、この音楽。まさかとは思いますけど、これも。これあれじゃねえ、お尻フリフリするダンスするやつじゃねえ。キングちゃん、総合世代の中で常識人枠なだけで意外と問題児。かわいい。かわいい。なんかすごい声が鳴ったが。何事ですかこの騒音は。ね、マリアさんありがとう。ね、すごいみんながね、見てくれたおかげじゃね、本当に。とどろけエール、トレセン学園応援団。もうアニメじゃね、うん、これもう全然アニメじゃねえ、もうこんなのすごい、ね、すごい力入ってる、うん、これがキングちゃん暴走してる、うん、ね、これが無料で見えてしまうんじゃね、すごいね。サイゲさんありがとう。ありがとう。学園外の人も来る応援練習会の予定もあるし、気合入るのはわかるけどさ、謎の衣装も音楽隊もこの前は巨大クラッカーまで作って、楽しそうだな、いいな、すごい。派手なことばっかり。あ、カヤさんいらっしゃい。休憩中お疲れ様さよ。今ね、イベントのストーリー楽しんじゃるよ。何考えてんのって聞いても素直に話してくれるタイプでもなさそうだし。ね、姉ちゃんはすごいうちらと同じ一般人目線の子って感じだよね。姉ちゃんは答えを知りたいのね。ね、人どっから来たの、どっから来たの今。上空だよ。あ、タッキーさんもいらっしゃい。いらっしゃい。心臓に悪すぎる。すごいね。姉ちゃんの尻尾すごい、表現豊かじゃねえ。ソーリー、迷い子の声が聞こえてしまったから思わず体が先に動いちゃったわね。え、ティオルさんね、スーパーヒーローランディングじゃね。それでキングの話だけど、すべてが始まったのは1ヶ月前よ。私が知る限りはね。感謝祭のどの競技に出場するか、ね、学園から資料が配られた。屋上のそこの上からかね。上から何をしてたの、上で。ね、進出鬼没のパール姉さん。ね。次がじゃ、第2話じゃね。追走無双、熱望。追走無双、熱望。ということで、春のファン大感謝祭の競技や役職は以上です。各自資料に目を通して、締め切りまでに希望届を提出すること。パールさん、すごい常識人枠じゃと思っちゃったんだけど。はーい。兄ちゃんが常識人枠すぎて、ちょっと周りがね、みんな変に見える。噂の地獄の競技、あんた出走する？ね、黄金世代の中でまともって言われちゃったらちょっとショックじゃねえ、うちキングちゃん。無理無理。というか応援団の募集今年もあるみたい。あ、でも他競技への参加が不可になっちゃうのか。へえ。ああ、そうなん。
あ、ひろぽんさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。そうなんよ、今いらっしゃいか。今第2話じゃよ。わかっているわ。この日はファンが求める行動を取るべき日。ファンサじゃね、ファンサシャルちゃん。この私はファン感謝祭という舞台でも大活躍して一流を証明する日よ。パール姉さんだいぶはっちゃけ組。私はこの頭脳を生かすためにクイズ大会に出るんだ。クイズ大会。はあ、その選択肢もあり。得意分野で賢く文武両道な姿を見せるのね。あ、ね、ゼロさんね、そう、あの丸善姉さんみたいなすごい先輩のね、すごい風格もあるよりよね。適性はあるからわからないけど、頼れるお姉さんって感じね。いいわね。感謝祭って名の通りお祭りみたいなものだし、気軽に新たな一面を開拓するチャンスだもの。何でもいいって言ってくれるキングちゃん、マジでって。私はファンの方に目いっぱい喜んでほしいんですの。どの競技に出場すべきでしょうか。ね、シャルちゃんだったらどういうことする。応援団入る。感謝祭か、私も応援団がいいな。ね、ファンとはシャルちゃん白ランめっちゃ似合いそう。あなたを支持することを願う人々。キングちゃんの衣装すごい似合いそう。チアも似合いそうじゃね、すごい。何着ても似合うが、シャルちゃん。だから彼らが、チアはムイちゃんにやってほしいな。え、思える瞬間を与えるの。お腹出すでしょ、あの。お腹出すでしょ、あれ。恥ずかしいやろ、ちょっと。痛いんよ。特攻服。パコさんは後で校舎裏目。本当は似合うと思う、もう確かに。ちょっと露出が多いのはちょっと。理解しました。私も夢やカリスマをバコーンと見せつけられる競技を選びます。ね、ところでキングさんはどの競技に出場しますの？ご参考までにお伺いしたく。ねえ、川上ちゃん本当元気じゃねえ。私なら、自分の魅力を余すところなく伝えられる競技を選ぶわ。見る人が手に汗を握るような、困難に立ち向かうような競技は。ヤクモさん、待機シャルト、待機シャルトっていう感じでね。選ぶには厳しいものもあるけど。そう、待機シャルトって書いておく感じで。地獄の競技って言われる障害借り物競争は、その過酷さで参加者が激減。伴って注目度も低くなりつつある。地獄の競技。あの、うちらが考えてるあのパン食いとか借り物とかのレベルじゃないんじゃろうね。ねえ、障害借り物競争。厳しい。ねえ、難易度すごい高そう。トレセン学園だとなおさら。達成できれば、皆さんが感動を。リタイア者も続出しているから、ファンを楽しませる。自分の実力を示しきるには、完走するのが大変です。よっぽどだよね。下手に手を出すのは NG ね。って、あら？川上さん？ないよ。すごい、すごいです。キングちゃんの顔がすごいことになっちゃる。ねえ、KNNK さんね、本当には最後まで聞かんと。マジで川上さん、借り物障害物4000メートル。4000メートル？毎年リタイア者続出のあれ？距離が半端じゃないね。頑張っても見てくれる人は少ないでしょ。4000メートル。出走者自体もほぼいないって聞いたよ。4000メートル。あの、おバカ。ねえ、ヤクモさん、4000メートルはうちも走ったことないよ、多分。なぜその選択肢を持っているの？人の話は最後まで聞きなさいよ。本当だよ。あら、川上。今晩のデザートのチョコレートたい焼き。チョコレートたい焼き。じゃんけん大会するそうよ。うん、出る。うちもじゃんけんする。私も参戦。我慢いたします。もしかしてレースのために？本当に？食べなくてもいいの？チョコレートたい焼き、めちゃめちゃ美味しそう。ねえ、いいな、3つ余った。給食のあの、最後の余り物のじゃんけんみたいに。だよね。それよりも今は、1秒でも。1秒でも？ 1 秒でも。
練習でも4000メートルだとスタミナいるんじゃない？私も一流のプリンセスに。ねえ、大好き猫さんね、ほんと謎レースじゃよ。私もねえ、どんな障害物の借り物まであるからね。ファンの方に私を選んでよかったと思ってもらえるように。実際の障害レースも4000メートル級ほんとにあるんだ。え、ほんと、え、ゼロさん、ほんとに？わぁ、まだ川上さん。あるんだ、ほんとに。G1 中山大障害。まあ、たまらんもの。でも、こんな遅くまで練習しているのに、本番、誰も応援してくれなかったら、寂しいよね。そうだよね。応援してあげないと。ね、なんかでももう、名前とか、その、競技のね、詳細聞くだけでも、なんか、大イベントな感じがするんじゃけどね。ハードル層、ハードル層なんね。実在するんじゃー、すごい。おバカ。なんかすごい。いい感じになってきたよ。聞いたわよ。好きなものも我慢して、ひたすら競技の練習をしているって。一生懸命さ、ほんと好き。さっきのね、川上ちゃんの、ねえ。モノローグじゃないけど、ファンのためにね、頑張るのすごい素敵なことだと思う。一流のプリンセスだなんて、私の真似事みたいなことまで言って。エアリンさんこと泣ける。ねえキング、明日までだよ、感謝祭の希望届の提出。このままだと川上ちゃん一人で走ることになってしまうかな。キングはどの競技に出場するの？確かに出走する子もいないってなるとね。応援団は感謝祭競技への参加不可。普段のキングならば選ばない選択肢だわ。ね、なるほど。だけど、どうなるの？この度応援団に加入したキングヘイローよ。すごい。最高に可愛い。キングにふさわしいのは長の立場、つまり団長を拝命したく。お近づきの印に皆さんの衣装を用意させていただいたわ。ね、アイリンさんね、川上ちゃんなら本当一人で一生懸命きっと走るよ。え、衣装？どういうこと？今日って応援団の初顔合わせの日だよね。他はね、どの子が来とるんじゃろう。ええ、でもキングは常に全力を尽くすもの。あらゆるツテを通じて私デザインの特注品を用意したわ。あれなんだよね、キングちゃんのお母さんが勝負服のデザイナーさんなんよね。あ、そうなんだ。そうなの、そうなの。キングちゃんのお母さんね、勝負服のデザイナーさんなの。今回の目標は素敵なね、勝負服。これまで注目度が低かった競技でも、とにかく全競技を最大限に盛り上げること。すごい。頑張っている相手にはそれ相応の声援を届けるの。だからこそ、川上ちゃんをね、すごいぶっ飛びすぎじゃねえ。ゲージの幅振り切っちょるよ。これは見に来てくれる人増える。こっからなんじゃね、キングちゃんの大暴走。だって私のファンであるあの子が許せるね。過酷な挑戦をすると決めたのならば、それにエールを送ってあげるべきじゃない。感謝祭はファンのために行動するイベントなんでしょ。キングちゃん、キングちゃん最高かよ。ああ、はい。ね、あっという間じゃね。じゃあ第3話、葛藤瞑想焦燥。瞑想焦燥。じゃあごめん、ちょっと川屋に行って。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。じゃあそうね。うん。スーッと行きます。うん、行ってらっしゃい。ちょっとみんなでお留守番しとこうね。ね、サムネイル、もう早速もう新章の姉ちゃんとね、キングちゃんが並んじゃる。めちゃめちゃ嬉しい。あのね、さっきのガチャで二人ね、引けたから早くストーリーモードやりたいな。ね、うちはさ、ほら、キングちゃんね、ちょっとアリマキレンデカテンかったから、せっかくじゃけんね、新章のキングちゃんでね、すごいリベンジしたい。
ね、アイリンさんね、そう、すごい。お話楽しみ。ね、泣かせに来よるんかな。ちょっと我慢。タオルはちょっとないから、ちょっと、今日は我慢せんと。ね、和光さんね、次の子楽しみ。うちね、どの子育成しようかな。ね、今の、あれじゃね、マンハッタンカフェちゃん育成しとるが、次はね、次はね、どの子にしようかな。AC フラッシュちゃんも来ちょるんよね。ネイチャちゃん。ネイチャちゃんもね、そう、ネイチャちゃんもいいよね。あ、マリアさん、タオル、あ、サタのダイヤモンドちゃんも、ね、うん。あ、目移りしちゃうね。すごい。目移りしちゃう。マリアちゃんの話が出てる。あのね、あの、次に育成する子誰にしようかねって話しちょって。今ね、マンハッタンカフェちゃんやっちゃって、次、ネイチャちゃんね、新章のネイチャちゃんと、ね、あと、キングちゃんのね、グッドエンディングも見たいなって思っちゃって、ちょっと。そうだね。そう。章の方も来たしね。そう。そしたらね、里のダイヤモンドちゃんもすごいおすすめって今言われちゃって、ちょっと見たいなって気になっちゃったところじゃね。見たい子いっぱいなんだ、ほんと。ね。あ、いざよいあきさんも、エイシンフラッシュちゃんのストーリーも良いの。もう、全部やらんといけんね、シャルちゃん。ねえ、糖度高め。私もそう、帝王ちゃんはちょっと、見ないといけない。シャルちゃんの帝王ちゃんめっちゃ見たい。楽しみ。ねえ、うん。アニメっぽくなりそうだなーってね。うん、あ、うちデジタルちゃんもっちょらん。デジタルちゃんもっちょらん。デジタルちゃん私も持ってないな。なんかファミリーの子で誰か持っちょらんかねってしてるじゃん。すごい気になる。うん。ね。あ、旅ガラスさん、いらっしゃい。あ、そうじゃよ。これから第3話始まるけんね。ほいじゃほいじゃ。葛藤瞑想焦燥。行くね。はい。みんなお帰りありがとう。あ、当たったらおすすめ。ね、引きたい。それで感謝祭の応援を盛り上げようと。キングはド派手な案を立てていたわけですか。小吉実さんもおかもいいらっしゃいだよ。ええ、キングは夢を見ているわ。どんな競技であっても自分の応援で力を与えたいという夢をね。プラスして、キングさん、私昨日よりも3センチ長く飛べましたの。新記録ですわ。これはもう本番も大成功間違いないですわ。こんにちは、いらっしゃい。私の大切なルームメイトのためにうちも川上ちゃんすっごいお迎えしたくなりよる。何事でも行おうとする覚悟だって持っている。だからこそ肝心な時のキングは私に頼ることをためらうでしょうね。お、ケビーワイさんもコンウィコンシャルト。あ、ケビーワイさんコンウィコンシャルト。自分を慕う子にかっこ悪い話は聞かせたくないでしょ。ぜひぜひね、ちょっとアーカイブでね、ガチャの部分見ていただければ。あなたが広げてあげて。よろしくね。もう姉ちゃん、責任重大だよ。ね、すごい責任重大。今日は応援練習会。感謝祭当日は、学園の応援団だけではなく、客席に一般の方が大勢いる中で、応援を大成功させる必要があるわ。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。応援団にはある機会が与えられている。学園から許可を得て有志のファンを招き、本番に近い状態で練習できる機会が。ごめんな、コースに向かうにはどこに行けばいいかわかるかい？あ、いえ、練習会の参加者の方ですね。ご案内いたしますわ。本番まで練習会が開催できるのは2回だけ。練習会、この日の練習中に私は全てものにして、本番ではめちゃめちゃすごい。大変。レトレセンファイトファイト、ウマ娘それ。ああ、さすが一流の応援団長ですわ。キングさんの応援の力で私トレセン学園史上ぶっちぎりのレコードで一着を立てました。ねえ、ゼロさんね。必ずこのキングが成功させるわ。
ねえ、パール姉さん来てほしいね。ここが練習会場か。ウマ娘のお嬢ちゃんたちに負けず大声を出さないとな。なかなか大変そうじゃね。私は去年使ったメガホンを持ってきたの。商店街の人じゃないからね。商店街の人になるといいな。皆様、そらうさがちゃんとかの応援に来てる。では早速始めましょう。商店街の皆様いそう。本番で最高の応援を届けるためにも、カモーン、カモーン。すごい音圧だ。ん、あのトランペットの人、テレビにも出てる人じゃないか。すごい、そんな人呼びよるな。一流、一流の水道学校も雇ったの。キングはツテでも何でも利用できるものは利用するのよ。ね、メガホンね。皆様、盛大に高らかに盛り上がりなさい。あなた方にはこのキングの勢いに続く権利をあげるわ。いや、盛り上がってきたね、これ。またキングね、予算いくらかかっちゃうんだろう、これ。したんだから失敗なんてありえない。あ、シャルちゃんが応援に行っちゃった。今から大成功間違いなしなんだから。私応援に行っちゃった。シャルちゃんも応援に行っちゃった。ちょっと待って、皆様、我慢しきれなかった。トランペットのきっかけに合わせてもう一度行きましょう。せーの、よいしょ。あ、来ちゃ来ちゃ。グダ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 じゃね。グダグダじゃね。今の声揃っていたかな。多分一生懸命なところは伝わってる。大盛り上がりの声援です。まだまだ仕掛けは続きますから。いやー、これ大変だよ。綺麗な練習必要だね。急が。いっぱい空に飛んでいくね。うーん。といえばこれだって。みーちゃん。一人出ていたの。さあ、皆様も声を出したくなったでしょ。あと片付けが大変そうなやつじゃね。どうぞ、おのおのの思いを叫んでくださいませ。ファイトー。ファイトー。ファイトー。そう。キングちゃん大丈夫？お茶、お茶。ね、あの、キングちゃん、休憩を入れないよ。頑張りたいのはわかるけど、そうじゃよ。さっきからフルスロットルで声出しっぱなしだし。ね、あの、マヌカハニーの雨舐めるのべきじゃよ。全然盛り上がっていないじゃない。伸びたまってもって。リーダーとしてみんなを率いて、とにかく盛り上げないと。え、どこ行くの？ちょっと、キング？いや、メコさんのキングちゃんは一生懸命な子だよ。ボットライト、うん。あ、みんなさま、もしかしたら共有今、切れてる。全員、部長ハンズアップ。また団員に内緒で変な用意を。あ、大丈夫、大丈夫。ありがとう、戻ってきた。騒音と勝手なライトによる公害は禁止っすよ。めっちゃ怒られちゃった。どこにでもいる番組、森ちゃん。これは大変じゃねえ、まとめるの。グダグダだったね。でもまだ初回だし、本番うまくいくかな。ねえ、何回も何回も練習せんとじゃよ、これ。いいよ。お疲れ様。あの学校の、白組とか色に分かれて応援する練習めっちゃやったもん。懐かしいね。ね。ああ、振り付けもまさひろさんでもここまで声張るの大変だよ、本当に。練習もあるんでしょう。疲れ残さないようにしないと。ずっとね、あんなに叫んでたらそりゃね、喉もね。ね、本当。今日は大勢の人を相手して消耗しているでしょうし、次こそは成功させましょう。では皆さん、また明日。なんかのトレーナーさんとかがあの過去のやり方とかでこう牽引してほしいよね。すごい、ここまで大分かれたと。あなたが広げてあげる、うん、トレセン学園のトレーナー生徒の子にやるにはちょっと手に余るが、トレーナーさん頑張らんとね。むいちゃん出番だよ。うちもな。いや、もううち絶対こんなところにおったら上がっちゃうよ。私、誰にも応援されていませんのね。なんだか、鏡
キニオルさんね。だよ、キング。必ず応援を盛り上げると決めたのでしょ。こんな一度や二度の失敗で下を向いてどうするの。いや、嬉しい、すごい。キングちゃんがすごい主役の彼じゃね。先陣を切って応援をして周囲の熱や勢いが増すように。そうよ、次は巨大な電光掲示板を用意しましょう。すごい。それで声を出すタイミングを見せるの。音楽も鳴らして。なるほど、それはすごいいいアイディアじゃね。キングも夜の散歩中、ネイチャさん。掲示板は無理かもしれんけど、なんかスケッチブックとかに書いて、両手で掲げてね。実は私もすごいタイミングを測るのはすごいいいかもしれん。ほら行こう、キング。メイちゃんの、その、寄り添い方がすごい素敵。広げにさ。サムネイルがすごい。サムネがすごい良い。ねえ、素敵なサムネ。ねえ。キングおじいちゃんはちょっとタッキーさん、チートすぎるが、それは。ちょっと。ねえ、じゃあ第4話。地上、工場工場でんかな、これ。工場、うん。工場不器用。工場不器用。うん。うん。ねえ。ねえ、旅ガラスさんね、どんどんおばかりになりよる。応援してあげたくて、応援団長になったんでしょ。もし球場とかできそうだよね。ねえ、ほんと。それは、どうかしら。そんな、トップである応援団長が、特定の馬娘をひいきするなんて。わかりやすい。わかりやすいな。みんなに気づかれるのも秒読みだね。団長として、真面目に頑張ろうとしていることも。だから、今から伝える内容は、そうやって頑張ってる、キングだけに話す秘密だから。秘密のお話？え？うん。それってどういう。うん。恥ずかしい私語りってこと。そもそも私がキング特定少年団に入ろうって思った。どんなレースになっちゃうんだろう。すごい、ね、池とか作りそうじゃが。メイちゃんとそちらは、いろんなの飛んできそうだよ。思いを馳せた団長さんかい。二人とも応援団頑張ってるらしいな。応援してるよ。おじさん、兄ちゃんね、そう、商店街のみんなとね、仲いいもんね。そうだ、ジュースでも持ってくかい。はい。兄ちゃんちゃん、あれじゃよ、商店街動けるだけでその日の生活用品みんな揃っちゃいそうじゃねえ。なんのここのみんなはネイちゃんの応援団だからね。確かに、生活していける。うん。ファイト、おうだよ。ねえ、商店街のみんなあったかい。うん。あったかい。ユニフォームとか、大太鼓とかもないんだけどね。でも、私が応援団をやってみたいって思ったのは、この応援団が、いたからなんだ。素敵じゃねえ、本当に。分不相応の目標だとは知ってた。うん。でも諦めきれなくて、場違いな舞台に立ったことがあったんだ。池あるの？谷ガラさん、ほんまに？どれだけ大きな舞台かを知って、浅い堀を、ようやくどうしようなんて今更な後悔をして、足がすくんで、ねえ、手まで震え出しちゃった。同世代が強すぎて。そうだね。頑張れ。兄ちゃんもすごい子なんだよ。頑張れって声の大波が、私の背をぐぐーって押してくれたの。ねえ、みんなの声、本当に力になるもん。本当にすごい応援団なんだよ。ここの人たちって、いつか自分も誰かの背を押せる応援をしてみたいって思うくらい。ねえ、またひろさんね、そうじゃねえ、ねえちゃちゃんとララちゃんがアイドルじゃねえ。先輩である方々にコツを教わってみてはどうでしょうか。いいこと聞けるかもよ。おお、それであなたはここに私を連れて。あ、今のは、あとは商店街のみんなにパース、うん、こっち見ないで。こういう夢語りとか私向いてないんだって。いや、でも姉ちゃんの夢語りすごい聞きたい。応援の秘訣かい。そうだね、私は真心だと思うかな。あんたはどうね。そうだな、よし、姉ちゃんたちが困ってるなら俺らで作戦会議だ。おじさん、みんな集まれ、ね、最高かよ。会議って大げさな。みんなそんな秘訣とか考えとらんじゃろうね。大好きじゃから応援するぐらいじゃろ、本当に。おやおや、みんなで考えるのか。ほんとすごい。決定じゃね。じゃ、
コーヒーでも入れようかね。おー、いいね、ばあちゃんのコーヒー。よしどんどん広がっていくね。商店街とかのね、こういう広がりめっちゃ好き。応援だね。夜なのに大きな声を出すでしょう。みんな姉ちゃんのためならって張り切っちゃうんだから。あ、いえ、うん、声がまとまっていてちゃんと団みたいだなと。あら、そう思ってくれたなら光栄ね。うちの商店街の取り柄はそれくらいだもの。そういうことだよね、やっぱり。団長さんはいらっしゃるんですか。うん、ね、まばらに、ね、なんだろうね、いろんなところから集まったファンさんと違って商店街の人はずっとね、みんなここで顔を合わせしてるもんね。そういうのはどうだったかな。そうだね。うちは団長もいなければ、うん、豪華な何かも用意したことはないから。うん、ただ声をかけて手を取り合ってね、一緒に姉ちゃんを応援しようって。クッキーさんも言うけどね、その声が揃っていったのかな。あったら姉ちゃんももっとすごいおまさんになっちゃったんでしょ。ただ声をかけて、うん、ね、三着ねずっとね優勝してるもんね。なんか当たり前の話しかできなくて。昔は副賞っていうのがなかったんじゃね。その単勝だけだったんじゃ。団長さんなら分かってた話だよね。いえ、それこそが基本なのですね。ぐぬぬ、類戦に来るじゃないか。ね、いい話じゃね。キング、そっちもいい意見もらえた？なんで賛成に抱えちゃるの？とても。うん。だから、これからも一緒に頑張りましょう。あー、うん、足でかー、うん、地味でも、まず基本から始めようと思ったの。私たちは団なんだから、うん、お互いに声をかけ合って。ねえ、ティオルさんね、ほんと。よりお互いのアニメのトレーナーさんの気持ちになるよな。団結って、つまり、この人についていこうじゃなくて、この人と一緒に作ろうって思われることから始まるのかなって。なるほどさね。うん。そういうことか。これ、私への差し入れなんだね。いやー、素敵。キングってほんと不器用で真面目すぎ。なんかドラマみたい。同僚が屋上でコーヒーを渡すみたいな。ね、いいスチルじゃね、ほんとに。このスチル、うん、頑張ろうね。感謝祭で走るみんなの力になれそうな応援を作るためにも、ね、引っ張っていくだけじゃなくて一緒にね、横に並んで笑うのも大事なんだね。私も臭いセリフ言ってる、うん、背伸びしたこと言ってんな。私には等身大の嬉しい言葉よ。それで受け取ってもらえる？もちろん。でもおしるこって、でもパッケージすごい可愛い。おしるこ可愛い。うん、美味しそう。美味しそう。普通にいいじゃない。自販機に並んでた飲み物の中でそれが一番体が温まりそうだったの。なるほどじゃね。今日は皆さん、おしるこ覚えておいた方がいい。おかげでヒントをつかめたような気がします。コーンポタージュも良いよ。コーンポタージュも頑張ってくれよな、団長さん。ただこの先おしるこ出るし、もしもこれからまた困ったことがあれば、前に団長やってたバンブーちゃんにも話を聞いてみな。バンブーちゃん、あの子の応援、うん、すっごく良かったからな。ね、あの、ね、オニオンスープとかもいっぱいあるよ。確かに去年の団長に協力を仰ぐのはいいです。ぜひバンブーさんに。本当だね、飲みたくなるやつよね。うん、バンブーさん、バンブーさん。シンクロリス。シンクロしとるね。うん。ほいじゃほいじゃ。ああ、わさ。うん、イベントストーリーでこんな類戦に来ると思わなかった。ぐぬぬ。シャルちゃんも落ちかけちょるね。落ちかけちょるね。油断してたよ。どっちは大丈夫。耐えるちょる。耐えるちょる。よっちはまだ。耐えれてる。うん。ほいじゃほいじゃ。第5話。伝統紅葉。基礎？基礎？そうかな？うん。ねえ、おきぐさ。おきぐさ。きそう。おきぐさ。あんま聞き慣れない単語。ねえ、再生。いくね。なので、よろしくお願いします。あ、コウ先生、あっちょる？基
今までのご迷惑をかけた分、いくらだって頭を下げる覚悟はあります。でも、今回の応援団を成功させるためにも力を借りたくて。ね、バンブーちゃん団長さんじゃったんだね。いいっすよ。前回の応援の資料はこっちっすかね。こういうのってノウハウみたいな。そうおっしゃられてる当然です。でも、キングも…って…いいんですか？当然っすよ。風紀委員会の掟56、助けを求められたら即行動っすから、ね、けど、結構この前までキングのことを怒っていらっしゃいませんでしたっけ？いや、でも…別だと思うよね。あれはそういう風紀を乱す行為をしていたからっす。ね、でもそうだよ。応援のコツを教えてほしいって話っすよね。ね、バンブーちゃんすごい。なら助けないわけにはいかないっす。以上。素敵。ありがとうございます。うん、じゃパパッと話に移るっすよ。キングはそうじゃね、マサヒロさんね、何条まであるんじゃろうね、これ思うすか？確かにね、55条はまだあるよ。みんなで心を一つにして、競技を頑張る馬娘の力になる応援をすることです、ね、どうやったらうまくいくんじゃろう。それも大事っすが、もう一つ欠かせないことがあるんす。あんたらがやるのは、ね、おきての数がめっちゃ多い応援団なんすよ。何百とかありそうね。感謝祭はいつも私たちを応援してくれる100は本当にありそう。100までありそう。伝えるためのイベントっす。だからどのイベントであっても一番の目標はファンを楽しませるということ。それは応援団の同じっす。だから今オクリちゃんと一緒に映ってたんだね。応援団の役目とはファンと一緒に楽しい応援をすること、競技の盛り上げ役と同時にファンの盛り上げ役になること。応援を通して楽しいって思ってもらう、応援団におけるファンへの感謝の伝え方なんす。なるほどじゃねえ。いつもは応援する側、応援される側がはっきり分かれている私らっすけど、あ、ゼロさん、バンブーちゃんの勝負服知らないかも。確かに、あんな感じなの。うちも仲間になるんすよ。気になる、すごい。アイリーさんのね、ウィンディーちゃんの雰囲気は確かにちょっと似てるかも。さあ、皆様、似てるね、確かにね。やたらかに盛り上がりなさい。あなた方には、このキングの勢いに続く権利をあげるわ。女王様？ダメ、いや、だってまだ全然盛り上がっていないじゃない。リーダーとしてみんなを率いて、とにかく盛り上げないと。なるほどじゃね。私は前に出過ぎていたのかもしれません。隣り合うというよりも、いやでもね、引っ張っていく人がおるのもすごい大事だと思う。なら、次から気をつけりゃいいっすよ。また来週には第2回の合同練習会があるんすよね。キング、あんたは団長として感謝祭にティーオルさん、そうなんじゃ。バンブーちゃんって、オグリちゃんを練習中のあんたのでっかい声ね、すごい応援役にぴったりのね、本番もみんなの思い出に残る感謝祭にできるっすよね。そういうところから来てんのかな、ね、すごいね。はい、応援用コールのカンペですか？あ、団員ならもう全員さ、ヤイナム敵ちゃんの育成ストーリーで、見てみたい。最近の方だね、いっぱい応援されてたね。私たちだけじゃないから、フラちゃんさん、こんにちは、いらっしゃいませ。フラちゃんさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。確かにファンの方には行動でしかいつも教えられてませんもんね。わかりました、ありがとう。ついでに感謝祭当日までにファンの方のご意見を聞く機会を作るための親睦会を開く予定だから。そう、親睦会となると飲み物とかも用意した方がいいですか？親睦会、確かに、早速手配を、と、あの、手配をお願いしてもいい？あなたにも協力をお願いしたいの。大事、すごい。はい、任せてください。ええね、すごい、お任せできるようになってる。肩の力も抜けたみたいね。コミュニケーションもバッチリ。姉ちゃん、どんな魔法を使ったの？姉ちゃんの魔法すごい。やだな、先輩。私が魔法とかそんな夢見る少女みたいなことできませんよ。ただキングは地味でもちょっとした声かけを頑張ろうって決めたみたいです。
仲間が笑顔で応援できるようにって。タッキーさん、それはおいおい案件じゃよ。おいおい案件。おいおいおい、あいつ死んだわ。ねえ、すごい、あのキングちゃんもこうやってすごいうまいことね、改善できるのが本当にすごい、えらいね。みんな声も揃っていましたし、もう素敵な子よ、本当。当日はこの声援をウマ娘たちに届けるぞ。第2回の応援練習会は、ね、頼ることってすっごい見違えるように声が揃っていた。大事だよね、うん、集まったみんなの顔も成功を確信したみたいに明るくて、私の隣にいた団長も嬉しそうに笑っていた。ね、いい感じにチームになっちゃるよ、団になっちゃる。あ、じゃあ、うん、じゃあ次第6話、うん、多忙化の不可能。不可能、うん、え、ちょっと気になる、ざわっとする、うん、でも、うん、パール姉さんがおるから大丈夫、再生いくよ。さすが安心感あるね、パール姉さんいるとね、うん、さあ今年も始まりました、春のファン大感謝祭、トレセンマラソンのデッドヒート、うん、すごい、先に進んでいるのはどのマラソン目か、皆様次はファイト王のリズムです、声を揃えて全力で応援いたしましょう。ね、アイリーさんね、ほんと、せーの、キングちゃんの伸びしろはほんとすごい、一着の馬娘に続いて砲弾の馬娘たちが6ポイント、うん、最後の馬娘も肛門へとたどり着きました。キング応援ありがとう、私走り切れたよ、うん、うわー、嬉しい、嬉しい、これは私個人の応援じゃないわ、熱いものが込み上げてくるよ、熱いものが込み上げてくるが、ファンの応援があなたをゴールへと導いたのよ、お疲れ様、よく頑張ったな、本当だ、私もたくさんの応援もらえてたんだね、いやね、シャルちゃんね、すっごいわかるね、なんかのコメントとかでももらうとすごい、うちも嬉しいもん、そうね、あった系がね、いっぱいだから、あった系が広まりよる、プレープレートレーセン、うん、プレープレートレーセン、今年のファン感謝祭も盛り上がってんな、そうだったんだね、スチルね、応援した人たちもすごく楽しそうだし、あなたもウェルカム、応援したがる波動を感じたわ、やっぱりね、いつでも声を出して、応援する側がまず楽しくないといけんよね、やっぱり、そうよね、でも俺、コールとか何も知らないし、心配は不要よ、コールは教えてあげるし、なんなら見よう見真似でいい、楽しくエンジョイしていきましょう、おーすごい、最高、ファイト、あーなんか応援の熱も熱い、私もエール送っちゃおっかな、なんか嬉しいね、ここやばい、貸しカードもありますので最後まで楽しんで応援していってくださいね、すごい、この視点から見るのはなんかすごい新鮮じゃん、すごい、どこも応援盛り上がってるよね、新鮮、わかるわかる、だからつい私も声出しちゃってさ、訪れた方々の目がキラキラと輝いている、ねえ、ヤクモさんね、やっぱりすごい、ね、頼るのはすっごい大事だよ、やっぱり、うん、キングさん、まだ楽しむこと大事、必ず走り切ってみせますから、うん、練習場のプールだよね、大きいね、うん、あなたのようにファンにもたくさん喜んでもらえる走りで駆け抜けます、すみません、借り物障害物 4000m 走、出走者の皆様にご連絡があります、うん、来ちゃう、ついに午前が終わると一気に競技数が増えるね、川上ちゃん頑張ってほしい、校門前で自転車レース、体育館ではクイズランが同時刻に、もうすっごいイベントじゃね、さすがに開けないとダメね、ね、自転車レースの応援は応援団のみんなも疲れちゃう、パール先輩にお願いしてもいい、オッケー、キングは体育館での応援か、ね、あの出店もすごい美味しそうなのいっぱいあり、4000メートル、人参バーガー食べたい、チャーハンもありよるし、
みんな、お兄さん、見回り中、応援団の後ろで動いていたっすよ。すみません。バタバタが続いていまして。そういう時こそ深呼吸っす。去年の私も、とにかく落ち着け、深呼吸しろって言われてたっすから。これ来年になったら今度はキングちゃんが教える側のイベントとかないかね。ねえ、そうだね。やってほしい。私たちはこれで。え、頑張ってね。ねえ、人参の串焼きかね。解散。それぞれの場所で精一杯。人参串焼き美味しそうだな。ファンの方の応援をやり遂げましょう。おっ。ねえ、経営面の計算ね、そう。ちょっと難しいよね、私たちの応援本当に。見守っていてくださいね。お任せするか。それ専焼きそばはゴルシちゃんがおりそうじゃねえ。すみません。いいか。ちゃん持ってたい。先ほど見回り中にこんな落とし物が。どう？これは。よっぽど手が回っていないみたいっすね。ちょっと寄り道していくっすか。おお。うちのじゃなかった。びっくりした。かわいい。かわいい。かわいい。あの団長にお願いされたんだし、チアもやりきるしかないじゃん。いやー、ねえちゃん、やーって、もう。競技の合間に、水分補給と雨補給を忘れずにね。最後まで倒れないように。ね、塩雨じゃね、塩雨。暑いからね。うん。感謝祭実行委員会。ねえ、ティオルさんね、うちもすっごいありよる。13時半より予定していました。借り物、障害物4000メートル走ですが、なになに、それってなになに、え、そうそうそう、第7話、でもサムネはすごい大丈夫、なんかトラブルがあって、ね、第7話、殺走、爆走、団長、爆心、爆心おや、ね、爆心、ね、ざわざわ、すごい気になる、えい、今の放送って、つまりもう、借り物障害物4000メートル走、始まっちゃった、ゴルシン。では、クイズランを開始します。競技に出走する皆さんは、一気に、キングちゃんが一番やりたかったことができん。みんな、エールの準備をお願いします。応援団に合わせて。声を張り上げてください。何があるの？あ、待ってください、団長。いいんですか？どうしたの？もう競技は始まったわ。今私たちがすべきことは、目の前の応援だけで。レッツエンドが、川上さんのこと、そうじゃね、応援してあげようってずっと思っていたじゃないですか。あなた、なぜそれを？わかります。だって、団員さんにみんな続きましたから。ねえ。最初は、なんて人だろうと思っていました。でも、声をかけられたり、励ましてもらって、やっと気づいたんです。パールさんのダンス服には、S と P。ネイチャさんのダンス服には、N と N。団長にもらった服、私たちのイニシャルがそれぞれ入ってました。あなたは最初から応援するウマ娘以外にも、私たちのためにも行動しようと引っ張ってくれようとしていた。あ、ちょっとやばいかも。だから今度は私たちが団長に恥じない団員になる番です。どうぞ一番応援したい相手の元へ向かってください。おバカ、声が聞いているじゃん。ねえ、そんな声じゃ、みんなを逆に心配させてしまうでしょ。ねえ、アイリンさん ね、ちゃんと。それでも私は、一生懸命やっとったらちゃんと帰ってくるんじゃね。今の状態のあなたたちを置いて、ここを離れる無責任さはないわ。でも、ならば、代わりの一流の団長が、風紀委員が、サポートかわいい。届けるついでに参上っす。元応援団長のバンブーメモリーさん。え、バンブーさん、いやー、画面がにじんじゃう、ちょっとずるい。やばい、その衣装は。去
去年の団長ギス。それに、うわかっこいい。へい、バンブー、体育館に着いた。お願い、アルちゃん、アルニさん、あなたが応援を引き受けると。助けを求める声があれば、それに応えるのが応援さんからだったんだ。では、いても立ってもいられないっす。ねえ、ティオールさんね、サポカもすごい優秀なんてね。一緒にエールを送ってもいいでしょうか。あの人去年の団長さんじゃん。サプライズじゃん、面白そう。すごい、アブちゃんかっきーわ。かっきーわ、行ってください。頑張れ、みんなで団長を応援するのか。任せろ。ありがとう。うわ、キングちゃん頑張って。走って。いまだリタイア者は出ていませんが。みんな頑張れ。バカリちゃん頑張れ。あの子たちもうヘロヘロじゃん。最後まで走り切れるのかな。4000メートルじゃもん、大変。私はこの競技を走り切る。頑張って頑張って、応援してみよう。私たちもキングちゃん。皆様、今こそ声を出す時です。なんとも困難なこの競技、彼女たちが走り切るには、あなたたちの応援が必要です。涙が、あなた方一人一人の応援が、ウマ娘たちの心を奮い立たせます。私たちの気持ちと声を一つにいたしましょう。せーの、レー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 。いいですね。では次はもっともっと大きな声でいきましょう。うん、1、2の3でフレーフレーですよ。うん、1、2の3、フレーフレーフレー。がーがー、素晴らしい。そのまま同じリズムでいきますよ。フレーフレー。彼女を含めた馬娘たちが、ねえ、ほんと映画じゃよ、映画。もういいね。もっと、もっと声を含めてあげてください。タイミングがわからない方は私と一緒に行きますよ。せーの、このイラストすごいすぎ。
ねえ、プレゼントしたい。ねえ、これ名刺にしたい、名刺に。ねえ、あのトレーナー名刺に。ねえ、ちょっと声の助けリレーね。エモい、エモいね、ほんとに。ねえ、もう、キングちゃんの演技がほんとすごいね。応援の、ほんとにもう、声援が。最後のさ、イケーのところ声枯らしてるのがね、ねえ、またね。白線じゃよ、もうすごい。心にズガンときたが、ズガンって。熱い、ほんと。ねえ。じゃあ、第8話いくね。本当、はい、美と美と友情。美といくな。美とコーヒーなんだろうね。コーヒーね。いやー、今年の感謝祭もすごく盛り上がってたな。あ、学生さん、また来年も頑張ってね。ね、本当にトレセン学園があったら周りはもうほこっこじゃろね、みんなこんなに。こんなイベントがあったらすっごい盛り上がるよ。はあ、盛り上がるよね。全然構わないっすよ。まさかあのタイミングで前に着ていた団長着を持っているかなんて電話が来たのには驚いたっすけど、あんなにいち早く連絡が来るなんて、あんたもずっとキングのことを気にかけてたっすね。パール兄さんかっこいい。ねえ、パール兄さん、お疲れさんっす。パール先輩に聞いたっすよ、応援場所のシフトの立て直し、ネイチャが引き受けたって。え、いえいえ、あんなの別に誰だってできる仕事ですよ。ねえ、アイリンさんね、あの上着羽織った川上ちゃん、ちゃうちもちょっと見たい。今年の感謝祭、ねえ、見たい。最高の盛り上がりでしたね。今日はみんなで打ち上げ行きましょう。カラオケとか得意ですか？絶対得意じゃよ。多分、あの時は団員みんなが団長と一緒に頑張ろうって思ってたでしょうし、ファン感謝祭が終わって、私たちは応援団の練習がない日常に戻った、そして団長に振り回されることもなくなったけれど、もうスカイさんたら、ねえ、経営人のケイさんちょっと後で見んといけんね、サポートカードキング、自由人に振り回されているようですね。あら、ネイチャさん、あなただって。ねえ、旅ガラスさん、そうね、パール姉さんでよくダンスしとるね。商店街の方々に聞いたのよ。げ、ねえ、おばちゃんたら口が軽いんだから。練習相手が必要なら声をかけて、いつでも手伝ってあげるわ。なら、たまには私とコーヒーでも飲みましょうよ。苦労話でもちょいと聞いてくれれば結構です。で、ついでに奮闘している元団長へのこの二人のやりとり、そちらこそ返答が必要であれば。まあ、向かうのはカフェでいいかしら。なかなかうちミン組み合わせちゃったかも、キングちゃんとネイチャちゃんって。どっちでもいいよ。そうだよね、なんならおしるこが売ってる自販機の前でも。ね、この二人もすごい仲良くいけそう。まだ少しだけあの頃の団結を続けている。いやー、もっと深まるよ。あ、おしるこ、ね、あ、終わっちゃった。終わっちゃったよ。最高だったねえ、ヒロポンさん、なんて心地いいエピローグなんじゃろう。やったけ、めっちゃこう心が温かくなってすごい楽しかった。うん、そう、泣かされると思わなかったイベントストーリーで、ちくしょう、悔しい。なんかうちも気がついたら涙が顔拭いよってから、もう、ね、汗が止まらねえ波かな。ね、ティオールさんね、最初ラスボスが出てきて大笑いしちゃったのにね、パール姉さんのあれで。ラスボスからの、ほんとだよ。イベントのトップ画面、あ、会話聞いてみる、ね、ちょっと待って。あのさ、夢をかけるのさ、バウンドファンションの BGM つらいよ。泣くよ、そりゃ。ねえ、アイリス、いやー、もうバンブーちゃんがすごい良かった。
マンブーちゃんところすごい、あの団員さんが良かった、団員さんが良かった、あのねえ、ね、A さん、団員の A さんと B さんが本当に良かった、うん、あのセーフサイト、ね、イニシャル気にかけてくれちゃったところが本当に良かった、うん、うん、ああ。このゲーム実況に向いちょらんで泣いちゃう。向いてない。できない。見れないし、なんかせで。まったく、また打ち上げのお誘いが来ちゃった。もう私は団長じゃないのに。すごい。かわいい。そしたらセリフで寄るんじゃ。ねえ。泥まみれでも、汗まみれであっても、あの日の川上さんは、確かに光り輝いて見えたのよ。ああ、ロビーでキングちゃんの会話で助けに関する嘘を、ちょっと、まったく、そうなんだ。また打ち上げのお誘いが来ちゃった。行ってみよう行ってみよう。もう私は団長じゃないのに。よいしょよいしょ、ちょっと待ってね。コーヒーを入れれば雪乃さんはクッキーを焼いてくれます。ゆりかごのように。優しい方おるかね、キングちゃんのロビー、ロビー、あ、こじゃない、もうトップの子を変えるんじゃない、今カフェちゃんになってるのをキングちゃんに変える、キングちゃんに変えればいいんじゃん、ちょっと待ってね、うんうん、あ、じゃあここをせっかくじゃから、あの、あれキングちゃん、あ、新書は、うんうん、よいしょ、選べよるが、いい、うん、これにする、せっかくじゃからこれにする。私が誰かにタスキを譲り渡す日が来たら、ちょっと待って、せっかくじゃから真ん中に移動する、まあ、もうエモいんだけど、話だけど本当だ、ごめんそうだと、うん、このキャラはちゃんだけに向いてない。私のトレーナーなのよ。アッキーさん、もっと誇りを持って行動なさい。うちこの曲苦手、泣いちゃうから。あ、ねえ、そう、夢をかけるわね、そう、ダメよ、あかんて。うちこの曲泣いちゃうから嫌い。もちろん私のトレーナーであるあなたもよ。まだこの曲に泣いちゃダメじゃん、ちょっと待って、曲変えたい。スペさんと川上さん、さすがに今度の頑張って戻って頑張って、ちょっと待って、ポルシーにするしかこの曲ちょっとダメ、ちょっともう無理、ほらほらメイクデビューにしとこう、こっちもこっちでエモいんだ。うん、どの曲もダメよ、もうね。うん。どの曲もダメじゃねえ、ダメじゃねえ。うん。悪心とゴルシンだけだよ、ほんと。かないですもの。ねえ、でも、せっかくじゃったらセリフね、あの、ゴルシンちゃんの後ろで聞くのちょっと、恥ずかしいが、ちょっと。このスポーツ観戦も悪くないわね。あなたはどの競技が好き？私のレース以外でよ、おバカ！かわいい。かわいい。かわいいかよ。かわいいね、ほんとに。キングちゃんクリックするとセリフ聞けるよね。お知らせは見た？最新のトレンドはしっかり押さえておきなさいよ。あ、タップするとまた喋ってくれよるの？うん。ウマ娘メーカーのレベルが上がったみたいね。何回も、うん。クリックすると次のセリフが出るはず。私が誰かにタスキを譲り渡す日が来たら、あなたは何て言うかしら。まあ、すごく遠い未来の話だけど。あ、ユッキーさんね、アメ食い競争うちも好き。顔真っ白になるやつじゃねえ。スペさんと川上さん、アメ食い競争時間かかりそう。今度の追試は受かっているわよね。もう次は勉強付き合わないわよ。二人は確かにそんな感じがしよるね。キングの応援が聞きたい？うん、いいわ、太鼓を用意して。ほら、何でも前準備はあなたの役割でし
ね、すごい、本当にしっかり作ってくれちゃうね、サイゲさんは。ねえ、どんな時でも眠そうな顔はダメよ。ほら、ちゃんとして一緒に一流を背負うんでしょ。もうダメ、もうごめん、顔べちょべちょ、ね、べちょべちょホーム画面さ、クリックしてると気づいたら30分とか経ってるからダメなんだ。いいわ、イベントして全力で取り組むの。可愛くて、私はお母様とは違うんだから。料理だって、その卵焼きだって作れるし。卵焼きができたら大丈夫じゃよ。すごいね、初心者卒業じゃね。あなたはこの私が認めた私のトレーナーなのよ。もっと誇りを持って行動なさい。ねえ、キングちゃんのね、隠しイベントのグッドエンディング絶対見る。服とは心の装い、気高い色は心を気高くする。昔教わった言葉、あの人は覚えてないでしょうけど。お母さんかね。うん、ねえヒロさんね、卵焼きができたらバッチリじゃよ。ねえ、難しいからね、卵焼き。そうそう、焦げんようにね。もう一頑張りするために甘いものを二人分用意する権利をあげるわ。ねえかわいい、かわいいね、ほんとに。私が誰かに助けを譲り渡す日が来たら、あなたはなんて言うかしら。まあ、すごく遠い未来の話だけど。いやー、これ来年とか、秋の感謝祭とかでちょっとやってほしいな、これ。またね、未来の話ね。あなたはこの私が認めた私のトレーナーなのよ。もっと誇りを持って行動なさい。川上ちゃんとキングちゃんは腕組みするモーション一緒なんじゃ。ねえ、なんかお揃いですごい似合う気がするが。あ、直吉さん、うちも甘いのが好き。キングの正しい笑い方はわかるわよね。甘いのと、ネギ切って入れとるのが好き。私も甘い方だなぁ。足巻きが一番好きだけど、足がないときはね、甘いやつで私も作る、いつも。甘いものを二人分用意する権利をあげるわ。あぁ、ティーオルさん、ほんとじゃ。タスキの色が逆転しとる、ピンクとね、緑。本当だ、すごい、そういうね、それめちゃめちゃエモいんだけど。エモいね、すごい。うん、ね、出し巻きもないね、最高じゃね。うん、よいしょよいしょ。神ちゃんエピソードね。うん、一瞬でも隙を見せればまくられる大ピンチ。強敵が迫る中、かすかに聞こえてくる声援、これってまるでプリファイン負けるな、負けるな。幼き日テレビの前で応援する私の声を力に変えて悪に立ち向かい、そこだやっちゃえプリファイン、輝く希望を示してくれたプリンセスの姿そのもの。いけプリファイン、それなら答えは一つ、秘めたるもの、絶対の絶対に負けるもんですか。あーすごい、川上ちゃんも最高ね。うん、応援される側になって一生懸命走っちゃうところなんじゃね。プリファインプリヒマみたいな番組。日曜日朝放送らしいね。そうなんだね。あ、そうなんじゃ。一緒なんじゃ。うん。見てみたい、プリファイ。キャロットマン、キャロッツマンとかも言うからね。ウマ娘の世界。うん。いろいろ見てみたい。あるよね、こうね。オマージュっていうかね。ねえ、ほんと、タッキーさん、すっごい楽しかったい、このイベント。ねえ、シャルちゃん、またやろう、このイベントストーリーとかね、ガチャとかのタイミングで。うん、やろうやろう、またね、うん、次のイベントの時ね。うん、ピースのシグナルね、似合う、確かに。
いものが込み上げる素敵なイベントだったよ、本当。ウマソルジャー5戦隊ものもありよるね。なんでもあるな。ねえ、プリファイ見てみたい。うちもちょっと川上ちゃんこんなにね、すごい入れ込んじゃう作品じゃから、きっとすごいやつじゃね。うん、ね、そういえばあと30分ぐらいしたらあれかね、始まるのかな。NHK マイルカップ、今ね、NHK 私実は今ちょっと画面つけて見てるんだけど、今ね、パドックの映像がね、その流れてる。あ、ほんと、じゃあちょっとうん。競馬場に移動しようかね。そうだね。うん。今日はね、東京競馬場だからね。うん。あ、馬読んでやった。なんか見たね、それ。鈴香ちゃんが入っちゃったやつじゃね。あ、馬読んね。うん。うん。なんかネットの画像で見たことある。馬読んって何で読めるんだっけ？なんか馬読んもね、よく。見れるやつあんのかな？ね、もう、シンデレラプレイはね、もいちゃんにおすすめしてもらったね、やんちゃんのアプリとか、ね。そうそうそう。うちもまだ途中じゃから、今日最終日じゃから早く最後まで読まんと。もう読まないと。うん。おたっきーさんのたまに出てくるダジャレでいつもクスってなるんだ。よいしょよいしょ。映像が流れてる？映像。センス、センス20丸。くさ。はい。マイルね。そう、今ちょっとね、手元のスマホで馬券何でしようかなってめっちゃね、悩んでます。はい。よいしょよいしょ。これでバッチリかね。うん、見えてるよ。出馬表。うん、今ね、ダノンスコーピオンちゃんね、人気4番の18番。人気4番のダノンスコーピオンちゃんが、いい感じ。後ろ足のね、トモがいいみたいな言い方するって聞いた。後ろ足がね、めっちゃ、がっしりしてる。後ろ足大事じゃね、すごい。走るときにね、うん。なんかね、そういいって言うよね。マイルだから、あと元気な方が、いいのかな？元気すぎてもいいぐらいの。そう、ぜひね、今ちょっと私今 NHK で見てるけど、フジテレビとかで見れるのかな？もしね、テレビ見れる方ぜひぜひね、こう、マイルカップのポジションね、この後40分発送かな。皮膚に血管がうっすらと浮かび上がっちゃるのも、うん、そうなんだね。あ、たけしくん、いらっしゃい。ログ見てくれたんかね、遡って見てくれたんじゃ。ありがとう。ね。二人とも大勝利じゃよ。ねえ、もうね、幸運だった。ねえ、二人ともね、イタちゃんとキングちゃんね、お迎えできたもんね。すごい嬉しい。うん。あ、でも、じゃあ、川田さんだとちょっと不安。そういうのもあるんだね。ねえ。まあ、4番のセリフォスじゃね、1番の。一番人気じゃよね。手堅いんじゃろうね。うん、めっちゃ仕上がってたよ。すごかった、後ろ足。ほんと？じゃあ、セリフォス、でも、一番人気にかけちゃったら、そんなに、あるでしょ？何？かけたお金が大きくなることってあんまりないんでしょ？うん、オッズ的にはね。うん。マクロニットさん、私はね、馬券買おうと思ってます。今選んでる、手元で。悩む？うん、悩むな、どうしようかな。川田さん、最近落馬、ねえ、怪我せんでほしいが。うん、あ、大丈夫。この前のケンハルの、時のかな、シルバーソニックちゃんの。うん、そうなんだね。あ、やっぱりすごい走り寄るからね。大変だよね。うんうん、ちゃんと乗るのもね。そうだよね。うん。旅ガラスさんは、摩天楼オリオンから広めに。
一番人気4番は4倍の配当。じゃあ意外ともそんなに、あ、ワンピーってことでもなさそうだね。それで100円かけたら400円になりよるってこと？付け方によるのかな？単勝とかだとなるのかな？もうなんかね、いろいろあって難しいんだけど、うん、私もよくわかってない。付け方で多分変わる。うん。うちもめっちゃ初心者じゃからね、すごい興味はありよるんじゃけど。うん、あ、荒れそうな雰囲気。二強の時はどちらも馬券に絡まない。三強の時はどれも馬券に絡む。ね、単勝。ね、さっきの姉ちゃんの時にコメントにもあったけど、副賞？副賞っていうのもあるよね。うん、シャルちゃんもね、二つ、かけちゃったね。うん。まあ、悩むなぁ、悩むなぁ、どうしようかなぁ。シリフォスちゃん軸のものもでも買ってないなぁ。一番人気が4倍くらいになると荒れるレースが増えよる。荒れる、そう、生まれん流し。いやー悩むなー。最近覚えた知識でね、頑張って、うん、やってるけどまだ普通かなー。でもなー、うん、通常私にセリフォスちゃんと、うん、ダノンスコーピオンちゃんでもちょっとね、応援したいんだよな。そうなるとかけるのはその枠2番とか8番とかってなること？ 2 番、8番。7番だったら4番と18番、うん。4番と18番でかけおるんじゃね？うん。副賞じゃからあともう1個選べるんじゃね？副賞だと、あとね、うん、副賞だと、3着以内に入る大馬さん1頭を当てる。三着以内に入る。うん。生まれんだと、一歩二着に入る子を、順番関係なしに当てる感じかな。うん、うん。セリフォスちゃん、ダノンスコーピオンちゃんが一着二着。一着一着で入れば当たる。かけ方。うん。あ、うらちゃんさん、そうね、騎手さんも大事だよね。福永さん、横山たけしさん、戸崎さんかね。うん。うん。私もね、機種で選びがち。ルミール機種はめっちゃ選ぶ。ね、もういないんだけどね。竹豊さん、おりおりよ、竹豊さん。ジャングロちゃん。竹豊さんもいるからね。うん。セリフォスちゃん、ね、一番人気。いや、悩むぞ。うん。あ、こうさ、4枚、セリフォスちゃんが良さそう。7番ワンちゃん、7番ワンちゃん、どういうことかね。7番ワンちゃん、あ、ワンちゃんあり、ワンちゃんあり、うん、おい、お馬さんじゃなくて犬が出走してるのかと。ふふふふ、向いたがまさかの出走、ね、仕上がり踏み込み良さそう。8番のアルーリングウェイ、アルーリングウェイがすごい仕上がりが良さそうじゃって。アルーリングウェイちゃん仕上がり良さそう。私、ワックレディ1か、ワッチか。18。あ、でもアルーリングウェイちゃんちょっと良さそうならありかもしんない。ワックレンってなんだっけ？ワックレン？ワックレン忘れちゃった。ワックレンって？なんだっけな？あ、ワックレンはあれね、ラックの方でかけるやつね。わかりやすい枠っていうやつと、そう、馬番があるから、変だと枠の中で、1茶2茶になる子を選ぶ。一番の枠から、ね、そう、ちょっとややこしいんだけど。旅からさ、え、ワンちゃん参戦したことありよるの？真ん中にいるが、ね、ワンちゃん参入したやつ。うん。サッカーみたいな、ね、球場かなんかでも見たことあるが、それワンちゃんが横切ってきよるの。横切ってっちゃうやつ。うん。あ、すごいね、和光さん。気合が入りすぎて心配とか、そんなことまでわかりよるんじゃね。うん。長距離だとね、そう、気合入りすぎてると体力使い切っちゃいそうだなとかね、なんかあるらしいね。うんうん、え、それってもうなんか、
うおーとか、お馬さんがすごい、やるぞ、やるぞ、やるぞ、みたいな感じで、張り切っちゃうってことよね。うん。なんかね、でも見てると、うん、お馬さんの子頭がめっちゃね、こう、ウキウキしてるとか、下ずっと向いてて、なんか、元気ないな、とか見えそう。あ、へぇ、そうなんじゃ。うん。あー、ね、むいちゃん、なんか、気になる子いる？うん。どっちもね、やっぱりあの、一番人気のね、福永さんが乗り寄るセリフォスちゃん気になるでしょ？うんうん。キングエルメスちゃん、名前好き。名前好き、キングエルメスちゃん。キングエルメスちゃんね。うん、キングエルメスちゃん、ちょっと、ここ。副賞で。キングエルメスちゃん。ね、和光先生は何て言ったかいね。5番の子、5番の子。5番の子。足らなそう、足らなそう、足らな、足らなさそう。足らなそう。ねえ、でも、ね、この前のあの、シャルちゃんがさ、あの、同時視聴しちゃったとき、あの、一番、最初のやつじゃったかいね、あの、雨でからの、うん、あの、足場、両場じゃなかったときに、うん、ババ、重ねえ。ややおもみたいなね。ややおもの時にね、すごい。うんうん。あの、一番人気の子が勝ってなかったよね。6番人気ぐらいの子が一着になっちゃったはずじゃね。あ、そうだね。フローラスティックスの時だね。うん。うん、今日はすごい、あの、晴れちょるから、あの、人気通りに行く流れかね。なんかね、状態は良さそうだよね。ね、知らんけど。あの、書いてる、書いて、うちもちょっとサイト見て拾ってきたんで、今日は天候晴れてから、ババ状態は、量、うん。うん。調子がええんじゃったら、この人気通りの順位になるかもしれん。なるほどね。ちょっと私買ったの貼っとこう。確かに、調子が良くて、難しいね。悩む、うん、悩む。マーリン。うん。まだね、そう、かけ方私もあんま慣れてないから、気になる子で。あ、今は曇り、両馬場。あ、首を上げ下げしとるのは、いい感じに気合入ってるパターンと入りすぎちゃう。難しいんじゃね。あの、手をフリフリしてくれたらわかりやすいにね。確かにね。そう、あー、うん、ちょっとしょんぼりしてるなーとかね。ね、そうそう。うまい、増やしてもいいかな。固定しちゃこう。固定された。うまれ48。ペリーフォスちゃん、ダノンスピオンちゃんと、バッティンドオリオンちゃんと、うん、組み合わせてもいいな。バッコーさんね、どうし、うん。これはだから、副賞05。これは、シャルちゃんは、4番の子と、18番の子が生まれ。うん、うん。うん。1番と8番。1番と8番の子も、マウンテンローオリオンちゃんと、アルーリングウェイちゃん、うん、と、キングエルメス、あ、入れてくれちゃるの。大丈夫？うちのフィーリングなんじゃけど、大丈夫？キングエルメスちゃん。いや、きっとね、今日、むいちゃんもね、うん。うん。いいからね、そう、来る可能性がね。ね、あるんよ。あ、でも、ちょっと、いいよ。ね、みんなもいろいろ予想してみよう。うちもね、調べてみる。うん。ペリフォスちゃんを軸に、大体、4148も、なぁ、48、うん、48。追加しよう。ねえ、悩みよるね。これすごい難しいね、ほんとに。これ難しいよ。ティオルさんね、すごい楽しむ。ありがとう。猫さんは10、12、15。ねえ、和光さんちょっと待って、考えてみる。10、12、15。10。甘北レブリーちゃん、セイクリッドちゃん。うん、後ろ人気のもうね、大穴だね。うん、ホタルエバーちゃん。あ、MD さん、こん
にちは。あ、エムリーさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。コンシャルコンムイ。ちょっとね、ちょっとだけ変わる。まあ、書き方がね、慣れてない。書き方を追加でね。書き方が多分合ってないんだけど。0401と、04、何だ ?08? のかな、うんうん、これも追加します。はい。じゃあそっちに入れ替えしたらいいんじゃね、ちょっと待って。うん、ありがとう。セリフォスちゃんが1、2着どっちかには入る予想で、他に1番の子か8番の子か、18番の子かな。スペちゃんとキングハメハメとの決闘が多い。うん。あ、へえ。そうなんだね。スペちゃん。こっちが見てるのネット競馬 .com じゃよ、うん、ネット競馬 .com。うん、私も今ね、それ見てる。うん、うん。出馬表ちょっと。うん。あ、うちまの概要欄に発着ちょっと、せっかくじゃからみんなに。ちょっと待ってね。編集で。ちょっと待ってね、今概要欄に助けん。ネコさん、最近私はね、なんだっけ、なんて言うんだろう。TRA さんのね、そのネット投票できるやつかな。うん、あ、ミキちゃんいらっしゃい、こんにちは、遊びに来てくれてありがとう。こんにちは、いらっしゃいませ、ね、うん、これからね、リアルの競馬が始まりよるからね、すごいみんなで予想しちゃるの。9番あれちょるね、うちはもう度がつく初心者だからね、すごい後ろから見ちょるよ、見守っちょる、うん。方法で組み替えて向いて助かる？フォラブリューテちゃんが、あやべちゃんの血を引いちょる。ね、そうやな、リアル競馬、リアル競馬。フォラブリューテちゃん、この子だね。うん。なるほど。そう、結構見ると面白いよね。見たことあることかがね、いっぱい。うん。あと10分で始まりよるんよね。あ、もうそんな時間。どうしよう、どうしよう。ちょっと実況頑張るね。うん。あ、シャルちゃんお願い、実況お願いね。うちもとにかく3人、3頭選びよるが、ほんとね。うん。うちもね、マテンローオリオンちゃんと、うんうん、キングエルメスちゃんと、うん、どうじゃろう、ダノンスコーピオンちゃん気になる、ダノンスコーピオン、うん、川田さん今回頑張ってくれるかもしれん。そうだね、そう前回のね、うん、そう点がちょっとあれだったからね、うん、うん。まさひろさんは18、17、12? うちはこれ。18、17の12。うちもちょっとコメント打ってみよう。1の5の18じゃね?これ。1の5の18。うん。3連複ってやつだね。ね、名前かっこよいもん、名前かっこよいもん、強いよ。うん。ダノンスコーピオンちゃん名前ね。うん、そう、ダノンっていう頭つく子ね、よく見るよね。あ、ジュンさんいらっしゃい、コメントもありがとうさよ、ほんとに。嬉しかった。ね、いらっしゃいませ。これからね、あと10分したら出走する NHK マイルカップのね、うん、競馬予想して遊んじゃるよ。ければぜひぜひね、競馬をやられる方
またね、一緒にね、こう、この子が来るよってね、そうそうながら見てくれると嬉しいよ。のりさんとオリオンちゃんのコンビ好きなので、応援したい。ね、やっぱり、ね、ウマ娘と何も変わらんが、やっぱりみんなね、スターじゃね、みんな。うん。いつかね、ここのレースがもしかしたらウマ娘でね、見れるかもしんないもんね。ね、そしたらすごい、そしたらすごいワクワクしちゃう。うん。思い出のあるね、レース。絶対違う。うん。ね、絶対違う。1-11-4インダストリアちゃん、あ、2番の子ね、2番の子とあと4番、うんうん、セリフォスちゃんね、アイリンさんね、そう、ぬいぐるみ好き。1-11-4ま、インド、あー、順番のね、通りの当たり方ね。これ順番通りに並べるんじゃなくて、その左からが1着2着3着って感じ？馬番はあのなんか大馬さんについてる番号、うん、ね、で人気はあの人気順だから、さっきのね競馬 .com だと人気順で相当かけられたりもするから、どの子が一番人気かなって見やすくしたりもできるんだよね。うんうんうん、うちはこれ馬番でかけてるけど、これ順番は関係ないよね。あの、うん、1-18-5とかにする必要はないよね。大丈夫？あ、うん、それはね、大丈夫だと思う。うん、この中に3着入っておれば大丈夫なんよね。3着みんな揃っちゃけば、うん、うん、なんかね、そう、3で1から3着まで着順もちゃんと合わせて当てるときは、あの1-11-4みたいな、そう、着順で書いたりするようにするっぽいから、うん、多分そういう風に書いてくれるな、まさひろさんね。着順もありよるんじゃ、そしたらすごい。当たったらほんとすごいよね。超能力者じゃん。うん、ね、え、もう、当たらないよね。絶対ね。当たる気がしないもんね。ピクシーナイトのやつね。あ、ピクシーナイトじゃんね、お名前。うん、うん、よく。ねえ、ドキドキする。ちょっとレース前のこのね。ちょっと気持ちを抑えるために、ちょっとあの、シンデレラグレイちょっと開いちゃおう。みんなシンデレラグレイ見た？読んだ？すごい面白いね、この漫画。うん、作画かっこいいよね。うん、びっくりした。あの、アニメ化せんのんじゃこれって思っちゃる、今。すごい読んでる。うん、シゲルピンク、ルビー、あ、なになに、大馬さんの名前、シゲルピンクルビーちゃんね、うん、あ、KNNK さん読んじゃるね、さすがなのよ。ね、面白い。こっちはね、今ね、ね、天皇賞秋のところまで読んじゃるね。うんうん、うん、今6巻出てるんだね。7巻がこれから出る。うん。あのね、会長さんが怖い。あの作家の会長さんめちゃめちゃ怖そう。ダリブルちゃんとかも出てきてめちゃめちゃ怖そう。ね、怖いかもしれん、ちょっと。あの、うん、みんなね、みんなバチバチなの。プリティじゃないの、プリティじゃないの。バチバチダービー。うん、バチバチダービー。そうなんだね。あ、アイリーさんね、そう、スパイファミリー、スパイファミリー。うちもね、最近見始めたの。めっちゃ可愛い。面白いね、あれも。面白いよ、面白いよね。そう、ジャンププラスで読んでたけど。ね、アイリー様の画像送ってくれたけど、ほんま可愛いが、キャラクター、みんな。うん。アーニャちゃんが可愛いんだ。ね。表情がね、豊かだからね。うん。キキ、スパイ。カタカタにかわいい。馬娘スターティングゲートはプリティ。スタ
キングゲートってのがあるんだね。いろんな漫画ありよる。うん。ね、アイリンさんすごいわかる。かわよいよね。そうなの、イザユーヤキさんのオープニングとエンディングがすごいおしゃれなの、スパイファミリー。あ、ね、なんだっけ、岸野源さんと、あと、ヒゲ、忘れちゃった。ヒゲ男爵。あ、ヒゲ男。ヒゲ男さん。ヒゲ男爵あれじゃん、あの、かん、だっけ。え、そう。ルネサンスや。ルネサンスの人じゃ、ごめん、間違えちゃった。全然おしゃれじゃないんだ。あ、でも、ヒゲ男爵さんも、あの、お上手じゃよ。お上手。ええ声じゃよ。そうだね。うん。あ、ね、でも、フラちゃんね、あの、あるじゃよ。舐めるなよ。すごい怖かったよ、会長さん。ちょっと、ね、怖い人じゃって思いながら読んじゃった。うん、私に言わない会長は会長じゃなくない？うん。でも、ウラちゃん、あれじゃよ。あの、ヒゲ男爵さんは、あの、あれじゃよ。あの、天体戦士さんレッドに出ちょる人じゃよ、すごい。お上手な人。そうなの？うん。そうなの？そう。あの、声優さんやっちゃってね、あの、バンプ将軍っていうすごい、あの、優しい人やっちょる。声ね、いいもんね。いい声してるよね。うん。うん。すごい家庭的で優しい人なんよ、すごい、バンプ将軍。名前めっちゃいかついのに。うん、あの、お部屋のお掃除とかすごいね。あ、そろそろ時間じゃない？出走。今ね、そう、あの、ゲート前で、ね、わちゃわちゃしてる。うん。あ、アイリンさんね、そう、たまちゃんがすっごいかっこいいの、この漫画。ねえ。たぶんそうだね、たまちゃんとか、オグリちゃんとか、ママとか、ピークちゃんとかあの辺の世代だよね。うん。ね、うん。トレーナーさんもすごい、あの、素敵。あの、アニメのトレーナーさんも好きじゃけどち、この、シンデレラグレイのトレーナーさんもすごい応援したくなる。え、ちょっと読まないと後で。うん。ファンファーレ。ああ。うん。まあね。うん。ファンファーレ鳴ってる。サルちゃんの実況、お願いするが。はい。ちょっとできる限りね、状況をみんなにお伝えするために頑張るじ。うん。まあ、各馬がね、ゲート前で、ぐるぐるしてるやつね。ぐるぐるしとる？ぐる、なんかね、そっくる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 、そのままみんながそっくるくる回って、時間待ってる感じかな。あそこのゲートに入る前のところじゃね、ゲートに入る前のところの。本日の一番人気をご紹介しましょうのね、あのところ。うん。ジュンさんね、そう、風間卒業な、ね、ちょっと、シャルちゃんが読んだら、あの、シャルちゃんとあの、シンデレラグレイを語る会やりたいが、本当に。いいね、やりたいね、それもね。笠松卒業が泣いちゃう、泣けるのね、メモメモ。あの、ちょっとあんまりポロポロあの、話しちゃうと、知らん人に話しちゃうのもったいない漫画じゃね、これ。わーわー。あの、聞こえません、見てません。うん。アコさん、ありがとう。あこれちなみに私テレビの音出してるんだけど、マイク拾っちゃってないから大丈夫かな。あ、音は大丈夫。大丈夫。うん、大丈夫じゃよ。よかった。ただごめんね、多分大丈夫だと思う。うん。切りマイク乗らないぐらいの大きさでね。はい、今あのね、旗振りの方がゲート前のところでね、はい、旗を。取り上げたところになります。NHK 交響楽団とその仲間たちの方々が今、ファンファーレをね、奏でております。めっちゃなんかこれリアルに演奏してるんだね。マイクで拾うな、私の舌打ち。舌打ち聞こえたらね、あの、察してください。G1 のファンファーレ。ファンファーレ。NHK マイルカップ G1 のね、まもなく。うん、出走開始となります。いっぱい人が来とる。あーすごい、ドキドキすごいよ。競馬場めちゃめちゃ人いっぱいいる。すごい。あ、ヤヌイさんおはよう。
ちょうど今から出走じゃよ。発走？うん。おはよう。出走はこれからね。うん。舌打ちとカシューの音はひ。草。持って置かないと。ああ。おさき。うちなんてしたことないですわよ。ね、投げキスじゃよね、投げキス。うん、投げキスね。うん。これ私大丈夫、めっちゃ被ってない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。実況者さんがここ立たんといけんが、大丈夫。頑張んなきゃ。逆にうちが心配してるのは、シャルちゃんのモニター見てる顔のせいで、そっぽ向いてしまうのが一番心配してる。そう。テレビ左向くと私がね、そう、逆側向いちゃうけど、気にしないでください。じゃあ、ちょっと待って、方向変えるが、方向変えるが。ありがとう。テレビの方に安心して向けるようにする、実況できるように。方向変えるなら、こう、あ、今ね、出走、ゲート、開いて出走しました。5番、6番、15番が先頭行ってるかな？その後ろ。おお2,3,4,17,14 が中段組んでて、その後方が、8番、11番、なんじゃに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 ゃ、最後尾が12番かな。最後尾が12番。10番、12番、1番、13番が、最後尾かな。うん。組んでるね。結構前寄りの先行中段が多め。マイルだからね。確かに短距離決戦だから。先行にカメラ戻ってきまして、現在10、はい、映して、NHK さん。旅柄さん、柄悪すぎて草じゃよ、それ。セリフォスちゃんは今ね、中段かな？中段。間からね、今ね、そう、抜け出す位置をね、伺ってる。でもね、うん、内側にいるから、ちょっと抜け出しづらい位置かな。ブロックされちゃうかもしれんのじゃない、うん、ね、うん。うん、内側からでも上がってきた。4番セリフォスちゃんが今ね、上がってきて、一番先頭が、何番だろう。6番。わかんない。あ、でもね、セリフォスちゃんめちゃめちゃ上がってきてる。え、ほんとかね、セリフォスちゃん、刺してきて、刺してきて先行ついたかな、追い抜いてる先行で、その後ね、18番の後ろからでもめちゃめちゃ追い上げてきてます。どうなるね、どうなるね、めっちゃ来てる。でもそのさらに奥から1番もね、1番の子も来てる。にゃー、これは1番かな、1番、1番、18番、1番、10番。1番、1番、18番、10番18番、1番、10番かな？ね。18番、1番、10。スコーピオンちゃん来ちゃう！来ちゃう！スコーピオンちゃん来ちゃう！18番、1番、10番。私は無事外しました。これ、どうなるの？どうなるの？でも、ね、お一人外しちゃった。18、10。うん、そうだね。18、1番、10番じゃったんじゃね。ね、うん、あ、当たりになるの、和光さん、これ。すごい。ねえ。まいちゃんの、副賞だったら当たるってかな？うん。かけ方で当たる、ね。うん。エルメスちゃん何位じゃった？ 5 番。何着だった？エルメスちゃんはね、1、2、3、4、5。エルメスちゃん6着かな？ああ、6着だ。エルメスちゃん頑張った。えらい。18、1、10、4、10、5かな？わあ、すごーい。あ、ね、そう、むいちゃんは当たりだと思う。生まれん予想ならね。ナイス、むいちゃん。すごーい。いや、でも。そう、10は。ね、ダノンスコーピオンさんが頑張ってくれてすごい嬉しい。ね。川田さんリベンジ果たしたね。すごい。いやー、セリフォスちゃんが上がりきらなかったかー。そこ予想外だったな。ね、でもセリフォスちゃんすごかったね。今実況で聞いとってもハラハラしたよ、すごい。一番になってしまうかと思ったが。そう、内側からね、そう、こう描くところ、最終コーナーで追い上げてきて、うん、伸びはめちゃめちゃ良かったけど、さらに大外からの上がりのね、その18番のスコピオちゃんがすごかった。めちゃめちゃ早かった。ね。ムクロニットさん、おめでとう。当たったんじゃね、すごい。おめでとう。ね、ブルちゃんね、ほんとだってね、川田さんが乗っとったシルバーソニックちゃん、ちゃんとゴールまでね、すごい、
しっかり行くように調教したらすごい偉い人じゃもん。うん、そうだよね。ね、すごい。私も春の。うん。ね、すごい。ダンスコーピオンちゃん強かったんじゃ。すごい。嬉しい。めっちゃ強かった。すごーい。タッキーさん、一か八かで。え、それ。一八惜しかったんだ。え、十番予想外すぎたよね。ね、3番目だけど。かわきたレブリーちゃんね。うん。ね、銃絡めた人を他の同時視聴でおったらほんとすごいね。声援もらっちゃうよ、うん、絶対。ねえ、すごいよ。18番人気でしょ？一番予想できない。ね、でもこれが本当に競馬の面白いところじゃね。そうだね。人気だけじゃないね、やっぱり。すごい。うん、漫画とか読んじゃ、シンデレラグレイとか読んじゃって思うんじゃけど、やっぱりね。その時のガッツとかで、レースのドラマありよるからね、すごい。ね、川北レブリちゃん頑張ったんじゃろうな、すごい。ねえ、めっちゃ頑張ったんだよ、きっとね。あ、すごい、でも、うん。うん。ね、落馬戦でよかったね、本当に、川田選手。そうだね、うん、無事ね。うん。走り切ってよかった。馬連外の方は結構当たってる方多いけど、三連複三連単の方は結構大穴だったって感じだね。ねえ。ああ、当たったかと思います。いいです。本当おめでとうだ。あ、銀河夏目さん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いらっしゃいだ。こんにちは。うん、今ちょうどね、同時視聴で、結果が出たところじゃよ。結構熱い、結構ね。うん。面白いレースだった、でもすごいよ。うん。18、1、10かな。うん。シルバーソニックちゃん呼んだ？ね。でも、シルバーソニックちゃんはね、そう、何もなくてよかったよ、ほんとに。そうなんよ、ほんと、擦り傷でほんとよかったもん。うん。ニュースになってたよ、夜に。ティッシュさんいないけど、走り切ったお馬さんっていうね、うん。そう、シャルちゃんと見た後に、ニュースで流れちゃってから、やっぱりすごいやつなんじゃ、と思ってね、すごい、やっぱ、大ニュースになりよるよね、と思って。ねえ。タイトルホルダーちゃんよりもなんか、トレンドに上がってたらしいもんね。勝ったのに。ね。あ、みーちゃんありがとう。結果ね、固定、何？あ、うん。これで大丈夫かね。うん。うん。競馬に絶対はないからこそ、たまには直感がけ、名前がけ。そうね、タッキーさん。ほんとその通りだよね。ね。何を根拠に決めるかなんてね、わからんよね。わかんない。そう、夢に出てきたから当てるってのもね、ありだからね。うわー、それすごい。当たったらもう本当になんか、運命じゃね、それ本当に。白沖様からのお告げようもんね。お告げだね。うん。あれ、ワコさん、ワコさんの時空馬ちゃんはちょっと、ぐぬぬって感じだったね。え、そう、10番の子が、カーキティブリーちゃん2茶だったら大荒れだったよ、多分。ねえ。うん。あ、ジュンさんね、ほんと、うちまさか配信でこうやって一緒にね、みんなで、競馬同時視聴するなんて思わんかったよ。思わんかったよ、ほんとね。楽しいよ。でもみんなで見れるのがやっぱね。うん、そう。みんなでやれるのがすごい楽しい。あとはこれ、一緒に出店で食べるものとか用意しとけば完璧じゃねえ、今度。食べながら応援するね。実況どころじゃねえ。うん。ああ。でも、マイルカップ結構熱い試合だった気がするから、ぜひね、次さ、後でどっかで見返せるのかな。あ、うらちゃんね、それ漫画でもあった。うん。ね、
ルドルフ会長、シンボリルドルフ会長にかけちょ、ね、かけちょけば外れはないみたいな。うん。絶対がある。ね、強すぎなんだ。ね、あ、こっちさんね、うちもね、10番は全然わかんなかった。わかんなかったよ。ね。ね、ちょっと後で確かの、重賞のレースは20分遅れで確かの、サイトに上がりよるんよね。映像が。うん。そうなんだね。うん。地方レースだとリアルタイムで見れるって。うん。うん。後でちょっと見てみてほしいな。すごいよ。見る、見る、見る。めちゃめちゃ面白かった。じゅんさん、串カツとワンカップ。ね、ファン感謝祭の串カツ食べたい、さっき。ゲーム出てちょっと。人参のね、串カツね、食べたい。ね。あ、ゴルシちゃんが作った焼きそばね、たけしくんね、うちも食べたい、それ。絶対美味しいよ。ね、美味しいよね。うん。売れてるもんね、アニメでもね。うん。あ、ティーオールさんね、いや、ね、絶対負けん気バチバチじゃよ、川田さん。なんかね、うん、めげずにこうやってね、出ちょるもん、レースに。偉いよ、本当に。うん、偉いよ、ほんと。今ね、ちょうどNHK で川田さんの勝利インタビューやってた。あ、嬉しそうだった。あ、JRA 公式上がっちょる。ちょっと調べてみるかね、ちょっと待って。あ、でもちょっと待って、デスクトップの音入っちゃうから、ちょっとやめちょく。事故が怖いから、やめちょく。うん。あとで、ぜひぜひね、あとで見る。見れなかった方も。うん、ぜひ見てみてほしいよ。あ、6月末までは G1 いっぱいあるけん。うん、うらちゃんね、すごい。うちもそうじゃけど、ヒソラシャルトちゃんのね、チャンネルでもすごい、競馬のね、同時視聴めっちゃやってるから、ね、そっちも見てほしいし、ね、またシャルちゃんやってくれるよね。今月そう、29日に日本ダービーがあって、それはやる予定です。うん、あ、じゃあうちそっち応援に行く。嵐に行くが。あ、ぜひぜひ、で戻って。うん、チャット欄にすごいワイヤしに行く。ねえ、ジャングロちゃんダメじゃったね、ちょっと。気にかかっちゃったんじゃけど、うちも。ジャングロちゃん、ジャングロ、うん、5番人気のね、さっき言ったさんの。そうそう、そうそう。来そうな気もしたんじゃけど。あ、タッキーさん、おまわりさんやもちちゃんの実況をミュートにして、シャルちゃんが、ああ、シャルちゃんの実況もっと、うちもシャルちゃんの実況もっと聞きたい。周りさんが逃げる、逃げる。やってみたいね、確かに。もちちゃん粘る、うん、粘るって、すごい。もち粘るってやってほしい。いや、楽しい。絶対楽しい。面白いお名前のね。うん。あ、豚のカックに、サバの味噌に。お腹すく。お腹すく。うん。ねえ、和光さんね、そうじゃねえ。ねえ。キーちゃんに読んでもらいたいがね、すごい面白い名前の大間さん、みんな。ねえ、そうそう、実況力もね、そう、今年一年で頑張ってつけていくん。うん。つけていくんよ。炭治郎、炭治郎おったはずじゃね、炭治郎。炭治郎ね。そうだね。炭治郎、呼吸を整える。あとは、あれじゃね、本当に生まれちゃったあの子たち、ハッピーミークちゃんとか、リトルココンちゃんとかのレースがあったらすごい、ね、実況したいね。そうだね、ね。うん、確かに。知ってる子のね。そうそうそう。うん、あ、そう、ダービー。今月がね、そう、あと、ビクトリアマイルとオーク、ダービーっていう結構ね、大きい試合っていうか、レースがね、そう、続くから。ティアラ路線もね、そう、三冠路線、クラシック路線もね、そう、どっちもあるからね、今月はついに。3連単153万円すごいね、すごいそうだよね、だって、18番人気だもんね。すごいよね。うん。すごーい。いやー、すごい、153万。ねえ、こんなことあるんじゃね、ほんとに。うん。何ガチャめっちゃ低いよ、そしたら。うん。
ね、すごいね。チュンさんね、本当夢もあるよるし、ね、ウラちゃんの言う通り本当、ね、人気でこう決まるレースじゃないね、やっぱり。うん。ね、どんでん返しがありよる。ね。あるからね。うん。そう、面白いよ、ほんとね。意外な子がね、伸びてくるからね。うん。あと、あれかな、マイルカップ、あれかな、年齢的にもね、その3歳とかだから、まだね、レース経験とかもあんまりない子だったりするから、結構割れやすいってのもあるのかもしれないね。うん、あ、何やっぱり大舞台で緊張みたいなってこととか、そう、大舞台、春天とかだと、もう7歳の子とかね、結構、うん。もうね、シニアの子、走ってきたからね。うん。そうそうそう、走るけど、今回のマイルカップとか、私最初やったフローラステークスとかもね、そう3歳の限定みたいな感じでね。そうなんじゃ、じゃあこれからまだまだいっぱい活躍が見れるんじゃね。もうね、出てくる子がね。ね、たけしくんね、すごい金額じゃよね、なんか、うちからは全然想像もつかんが。高松宮記念は300万円嘘でしょね。ねえ、まさひろさんね、ほんと面白いね。みんなでこうやってワイワイやって盛り上がってからに。めっちゃ楽しい。うん。好きになりそうなんだ、ほんとこれ。ほいじゃほいじゃ。どうしようかいね、サルちゃん。一旦画面戻ろうかいね。うん。トビー戻ろっか。うん。券売所戻るか。はい。はい。じゃ。はい。いやー、今日はあるじゃね、大豊作じゃね、本当にすごい楽しかったねえ、盛りだくさんだった。うん。ね、二人でもすごい、ガチャも大勝利だし、イベントのストーリーもめっちゃ楽しかったし、ね、なんかもうん、うちの配信でまさかね、競馬の同時視聴もできると思っちゃらんかったから、すごい楽しかった。あ、そっか、ムイチャープでは初めてだね、確かに。うん。ちょっとね、うちのテレビが下の方にあるよるから、ちょっと、見に行けれんが。うん。テレビ置いてもろって、お部屋にね。うん。する。あ、うん、マクオさん、ほんとね、すごい。いや、でも、偶然じゃよ、偶然、ほんとに。なんかすごい。ね、みんなと楽しくやりよるからね、すごい。うん、ね、神様がすごい、優しくしてくれたんかもしれん。いや、もう、むいちゃんの日頃の行いないよ。ほんとね。うん。白沖様はちゃんと見てるよ。うん。ありがとう。ね、育成する馬娘も増えたんよ、たけちくんね、ほんと。これからのストーリー配信もほんと楽しみじゃね。あ、みきちゃん、改めて、お疲れ様じゃよ。うん。ね、うちらもね、シャルちゃんどうしようかいね、じゃあ。なんか告知、そうじゃ。ね、そろそろ告知ね、告知の流れしていこうかいね、うん、ちょっと待って。うん。はいはい。うん。あ、うちが分身しとる、ちょっと待って。事故じゃ、事故じゃ。はい、うちやむいです。よろしくお願いします。違う。ちょっと待って。まいちゃんのモノマネ、確かによくよく考えたら難しい気がする。やだ。まいね、いつもね、応援してくれてありがとう。よいしょよいしょ。ちょっと待って。ねるねるのね、マネはね、やりやすいんだけどね。まいちゃんのモノマネ、ちょっと覚えよう。恥ずかしい。よいしょよいしょ。カフェちゃんの配信でね、めっちゃ怖がるむいちゃんのモノマネをね。頑張って覚えるぜ。よりによって、あんな一番恥ずかしいの。すごい可愛かったんだ、昨日の。いやー、そんなことない。恥ずかしいよ、もうあれ。驚いてるむいちゃんを見ながら、グヘヘって言いながらご飯食べてた。飯馬にされちゃった。白米が進
むわ進むわと思いながらね。あ、ミキちゃんも、ミキちゃんも配信始めたの？あ、ね、今度またみんなでね、あの、やろう、遊ぼう遊ぼう、馬娘で。うん。馬娘はね、ほんと沼だぞ。沼じゃねえ。また、あの、そうじゃね、あの、ルームマッチとかの、あの、あれ、演習試合。ね、うんうん、やろうやろう。やりたいね。うん。ぜひだ。あ、ブラちゃんさん、ありがとう。チャンネル登録めちゃめちゃ嬉しいよ。ありがとう。あ、ありがとう、ブラちゃん。うん。ありがとうだ。ね、あの、シャルちゃんのビワハヤヒデちゃんの配信見てほしいの。あの、チームファーストのね、二人と、ファイナルでね、うん、あの、勝ち合うのよね、すごい。もうね、そう、勝ち合うからね、そう。クラシックボコボコだったけどね、そう、シニアで頑張ったって。うん。ミキちゃん、こちらこそじゃよ、すごい。ね。よろしくお願いします、じゃね。みんなでね、あの、遊んで盛り上がっていこう。ね。いっぱいいろんなね、うん、リスナーさんが教えてくれるから、安心じゃよ、このゲーム。いろんなね、知識がほんとね、つくよね。うん。ほいじゃ、ほいじゃ、あの、シャルちゃんからちょっとね、あの、告知、あの、宣伝のね、うん、あの、ターンじゃね。ちょっと待って。はい。おまこさん、ひーちゃんだよ。どん。あれ違うよるかこれじゃないかあってるじゃない、うん、見たのあ、そうじゃね。これはみっちゃんの宣伝。ちょっと待って、さっき。いや、さっきシャルちゃんのに決まっとるが、このボードじゃないが。これ。よいしょ。じゃーん。どん。作ってるかな映っちゃるよ。はい。食べたっていいかな？今度ね、来週の日曜日、ちょうど1週間後かな？今日1時から、イソラジっていうね、普段ラジオで、ゲストでね、牛飼いアルスさんっていう VTuber さんをお呼びして、動画編集をテーマにね、なんかこう、あるあるとか、こう、使っと、ね、そんな感じの雑談をちょっとしていけたらいいなぁと思ってます。シマルとかでね、こう、動画編集で聞きたい質問とかね、そういうの受け付けてるので、ぜひぜひね、いければと思います。あとね、こう、プロの動画編集の方、リスナーさんにいろいろ教わりたい。ね、そうそう、うつぼね、今のチャンネルのおすすめのところにね、牛飼いアルスさんのね、動画、あっちょるはずじゃね。見てほしい、うん。本当に編集すごいんよ。番組みたい。バラエティ番組みたいな編集、ね。うん。面白いのよ。そう、編集がね、めちゃめちゃ凝っててね、そう。うちもね、お勉強したい。うん。遊びに行きたいが、うん。ぜひぜひだ。またね、そう、ヒソラジ、うん。まだね、ちょっと日付まだこれだけど、むいちゃともね、むいたゲストに、VTuber デビューのね、そう、お話も、やる予定が、ね、うん、あるのでね、そちらもまたね、お口させていただきます。よろしくお願いします。ね、ミキちゃんもね、よかったらね、ミキちゃんもすごいもんね、配信画面とかね、オープニングすっごい凝っちょるの、うん、ミキちゃんもこの、逃げるミキちゃんも。めちゃめちゃデザイン強強の方だよね。そうそうそう。配信の素材からサムネイルまでね、もう自分でこう、すっごいクオリティのの書いて作りよるの。うん。密かにちょっとサムネね、そう参考にさせてもらってたり。うん。うちもバチバチ、ライバル視しちょる。本当に、すごい人だね。うん。お酒は入るんですか？お酒ね、そうね、飲みながらね。お酒飲んで大丈夫な配信かね、これ。雑談だからね。ね、すごい。もう、動画編集の話なのに、すごい、すごい、ふわっとしたお話になりそうじゃね。お酒入っちゃうと。うん。気をつけないと。ね。はい。あ、で、はい、ほいで、ほいで。じゃあ、ちょっと、シャルちゃん、もう一個お願いしてよい？じゃあ、これ。うん。任せて。うん。今日の夜8時から、ちょっと昨日のね、マンハッタンカフェちゃんの育成の続きを、やらんといけんのかな？やらんといけんのかな？これ。
しぶしぶで草。いやー、予想してなかったの、ちょっと。こんなに、ウマ娘で、怖くて泣くとか思っちゃらんかったから。いろんな涙が見れていいね。ウマ娘はね、むいちゃんの。むいちゃんいろんな涙が見れる。気持ちの良い涙流させてほしいね、ほんとに。もう昨日ね、本当に昨日ヘッドホン外してから、部屋もすぐに明かりつ、明かりマックスでつけて、一生懸命シンデレラグレイ見ながらちょっと気持ちを落ち着けるのに、怖くて寝れんかったが、もう。ちゃんと寝たくなる。寝たくなる。うん。もうすぐに寝れんかったが怖くて、ほんとに。うん。うん。ね。ほいじゃからね、カメちゃんのね、方の配信もね、みんな遊びに来てくれると嬉しいが。ね、みんなよろしくね。はい。あ、そうじゃよ、ミキちゃんね、そう、一緒にお茶、ね、コーヒー飲んじゃるの。サムネイル。かわいいよ。その、うん、ちゃんのサムネもさ、すごいのよ。本当の、分けてほしい。技術を。分けちゃげる、分けちゃげる。素敵なサムネいつもね。うん。ほいちゃん、ほいちゃん、ちゃん。券売所に戻ろうかいね。よいしょ。はい。はい。今日楽しかった、シャルちゃん。本当にありがとう。最高の日曜日だった。うん、ね、あ、今年は7月31日、アイビスサマーダッシュ。あ、それ、あれだよね。直線だけのやつだよね。そう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 。動画で見よったんだけど、すごい迫力のやつじゃね。7月31日なんと。うん。入ってるかしら。ね、あ、ゼロさん。入ってる。最終的に自分の、あ、本当にちょっと、頑張って読む。うん。カフェちゃんね。うん。でも来訪者イベントもね、なんだかんだ結構ちょっとテーテーな感じだったし。うん。最後は。ねえ。いろいろとすごい。今年もいろいろ企画やっていけそうじゃね、シャルちゃん。まあ、娘のね、いろんな、曲で指をしていけたらいいね。楽しいよ、ほんと。うん。じゃあちょっと待って、最後、これ出すが、よいしょ。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。ほいでほいで、今日ね、うちのチャンネルに遊びに来てくれた、ひそらシャルトちゃんの、YouTube チャンネルと、ツイッターと、あと、ブース、概要欄にね、URL を貼っちょるから、みんなね、フォローと登録、よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。にゃはー。ね。あ、ミキちゃん、レンダーありがとう。すっごい嬉しいが。はい。ほいじゃほいじゃ、ここからは、今日来てくれた人のね、お名前読み上げよるっけんね。一旦ここでちょっと挨拶ね、うん、させてもらうが。うん。うん。今日の、シャルトちゃんとのウマ娘のコラボ配信、ガチャ勝負&イベントストーリーの鑑賞と、あと、NHK マイルカップの同時視聴、もりもりじゃね。この配信を、ね、終わろうと思います。みんな遊びに来てくれてありがとう。オツシャル、ありがとうな。バイバーイ。オツシャル。楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった、今日。うん、はい、ちょっと待ってね。つよしさん、遊びに来てくれてありがとう。レクイエム課長さんも、遊びに来てくれてありがとう。エスタさん、初見さん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとね。サムモニャンコさんも、遊びに来てくれてありがとう。アルトさんも、遊びに来てくれてありがとう。
石山さんも遊びに来てくれてありがとね。メイブ雪風さんも遊びに来てくれてありがとう。リュウヒョウさんも遊びに来てくれてありがとね。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとう。浪人侍さんも遊びに来てくれてありがとね。サフラディンさんも遊びに来てくれてありがとう。Thank you。 フリーザ様も遊びに来てくれてありがとう。ウナニさんも遊びに来てくれてありがとう。だって2月の赤髪巨人って言われるんだもん。それはもう食べるでしょみんな。いやもうシャルズちゃん本当面白い。シャルちゃんは取れ高作る天才じゃね。本当にパクパクですわ。パクパクですわ。小林ですさんも遊びに来てくれてありがとう。かやさんも遊びに来てくれてありがとう。大好き猫さんも遊びに来てくれてありがとう。アンさんも遊びに来てくれてありがとね。ヤクモさんも遊びに来てくれてありがとう。ふわさんでよいんかな。初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。たまやんさんも遊びに来てくれてありがとう。キロさんも遊びに来てくれてありがとね。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。 MD さんも遊びに来てくれてありがとね。ナオキチさんも遊びに来てくれてありがとう。ミコさんも遊びに来てくれてありがとね。銀河夏目さんも初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとね。こっちさんも遊びに来てくれてありがとう。月城さんも遊びに来てくれてありがとう。コメントもノリノリで腐るんじゃよ本当に。みんな大好き本当にもう。ティオルさんも遊びに来てくれてありがとう。イザヨイアキさんも遊びに来てくれてありがとね。ヒロポンさんも遊びに来てくれてありがとう。マリアさんも遊びに来てくれてありがとう。タミガラスさんも遊びに来てくれてありがとう。アイリンさんも遊びに来てくれてありがとね。月沼さんも遊びに来てくれてありがとう。KNNK さんも遊びに来てくれてありがとね。スカイゼロさんも遊びに来てくれてありがとう。今日の夜もね楽しみにしてくれると嬉しいが。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとう。ムクロニットさんも遊びに来てくれてありがとね。ブラちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ヤヌイさんも遊びに来てくれてありがとね。下月さんも遊びに来てくれてありがとう。たけしくんも遊びに来てくれてありがとね。みきちゃんも遊びに来てくれてありがとう。またね、今度みんなでね、ライバーさんでコラボして、みんなでウマ娘配信したりとかして遊ぼうね。じゅんさんも遊びに来てくれてありがとう。まさひろさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。わかおさんも遊びに来てくれてありがとね。ダニエル・ラミレスさん、遊びに来てくれてありがとう。わくおさん本当にありがとう。すごい人が来る。どっちなんだろう、どっちなんだろう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。なんちょ、ちょんミートの方ですか。パクパクですわ。パクパクじゃねえ、この人パクパクせんといけんね。スーパームポーグランジョミート、超尻大好きやんね、すごい。よいしょ。
あ、みんなごめんね、大丈夫じゃよ。はいふん。ね、じゃ、頼むよ。じゅんさん、じゅんさん翻訳ありがとう。翻訳は嘘なんだ。団長ミカナイス。うん。ミキちゃん、ミキちゃん噛んでほしいって。ミキちゃん探すかいね。ミキちゃんどこにおる？ミキちゃんどれ？ちゃんとね、そのミイちゃんはね、避けてね、食べてるから。ジュンさん。ミイちゃんも、ミイちゃんも来た。ケンシロポンさん。あー。たけしくん。ここだ。一番右に。ミキちゃんおった、ミキちゃんおった。よいしょよいしょ、ちょっと待ってちょっと待って、ミキちゃん口にお振り込む、掘り込むが、よいしょよいしょ、パクパク。何これ、ミキちゃんごめん。ね、今度ね、うん、今度ね、そう、あのもう一個お知らせなんじゃけど、あのこのこのね、すごい、あの、ナタデココのアバターちゃんね、すごい、あの、ね、この、うちのアバター見てくれたらわかるんじゃけど、いろいろとね、うん、キャラクターデザインができよるんよね。色つけたりとか、あの、顔の、ね、あの、ファッションとか髪型とかつけられるの。え、かわいいよね、ほんとに。ちょうどね、シャルちゃんもね、今、あの、うん、色だけつけとるんじゃけど、ちょっとこれね、うん、あの、専用の枠を取ってね、うん。あの、うん、みんなでね、そう、あの、衣装をね、ちょっとね、いじれるね、こうちょっと、やりたいが、これ。うん。シャルちゃん。リスナーさんもね、そうそうそう。シャルちゃんとかをね、例えばね、シャルちゃんね、頭をね、あの、キティちゃんに、シャルちゃん。鮮血の中でここ、ほんとね、色合いはほんと鮮血の中でここなんだ。ちょっと待ってね、中国のさ、なんか珍味かなんかであるよね、あの、血の豆腐みたいなね、あれみたい。ナイフ、ナイフ持たせられる？うん。買い場消滅した。丸飲みだからね、シャルちゃん。あー、ちょっと今、あ、ちょっと待って、あ、いけそうじゃね、あ、いけたね、いけたね、落とされた。シャルちゃんを例えばこうやって、よいしょ、今シャルちゃんの顔変わったよ。ほんとだ、ニンコになった。うん。あの、鉄分豊富だね、そっちの豆腐、赤い豆腐ね。あれから猫に変わったぜ。シャルちゃんにメガネかけた。ね、3D メガネ。ね、あの、この、コロコロコミックでよく見たやつだ。そう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 。こんな感じでね、ちょっとね、みんなの、あの、衣装を個別につけたいんよ。そしたらね、また今度遊びに来てくれた時にね、誰が誰だかみんなわかるんよね、うん、すぐに。え、大きくなる、そうだよ。大きい。調査兵団のみんな大きくなったっけ。そうそう、こうやってちゃんとお名前も出よるよ。うん。ね、すごいよね。うん、めっちゃかわいい。これの配信もまね、また枠取ってやりたいけ、みんなよかったら遊びに来てほしいが、そしたらね、すごい、うん、自分が今どこにおってね、あの、いつシャルちゃんに食べられそうになるかわかるけんね。パクパクですわ。ね、これだったら勝てそうじゃね。勝てると思いで。負けないわよ。うん。そんだけはまたみんなね、遊びに来てくれると嬉しいよ。うん。はい。ほいじゃほいじゃ、お知らせはこれぐらいかね。シャルちゃん、ね、シャルちゃん大丈夫。うん。あ、よかった。ほいじゃほいじゃ、あの、今日の、馬娘のガチャ勝負と、イベントストーリーの、と、
NHK マイルカップの同日超配信、ヒソラシャルトちゃんとのコラボを終わろうと思います。はい、みんなお疲れ様。おつしゃる、おつむい、お疲れ様。また遊びに来てね。バイバーイ。楽しかったです。楽しかった。すごい出てくるんだね。そうじゃよ、そうじゃよ。ね、あ、今声をバッチリ入ってるよ、シャルちゃん。シーパートありだった。うん、みんなお疲れ様。バイバーイ。おやすみなさーい。お、おやすみまだじゃん。おやすみ早いね。またね、バイバーイ。